木村花メモリアルマッチバグース、生配信をご覧の皆様こんばんは。東京後楽園ホールからの中継ただいまよりスタートです。実況は私鈴木健がお伝えします。最後までよろしくお願い申し上げます。はい、そして今大会の中継のゲストでございます。まず解説としましてプロレス評論家、斉藤文子さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、そしてさらに、前半戦を盛り上げていただく、スペシャルゲスト解説としまして頑張るプロレス翔太選手にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは大丈夫ですか。気合入ってますね。気合入ってますよ。いやだって、はい、まあ、今斉藤文子さんとおっしゃいましたけど、まあ、僕にとってはもう文斉藤さんですから、はい、もうこのずっとね週刊プロレスでね、はい、アメリカンプロレスは何かを、うん、文さんから教わったようなもんですから。なるほど。じゃあこ の, あのタッグチームは今回初タッグということで、初タッグ、はい、テンションを取ります。ありがとうございます。さすが本職はドローンが多くうまいですねこれね。はい、まあ、そんな感じにスタートしたわけでございますけども、まあ、まず何といっても、昨年に続きまして、メモリアルマッチが、今回行われるわけでございますけども、まあ、今回第2回の、こちらの、大会を迎えるにあたって率直に斉藤さん、今の心境はどんな感じでしょうか。まあ、これはあの主催者 の, あの木村京子さんの願いでもありますけれども、うん、あの木村花さんが楽しく賑やかで、はい、あのそういうことが好きだったあの子なので、楽しい大会にしよう、うん、で僕もあそれが一番いいかなというふうに思います。まあ、今回 の, その大会名バグースというのはバグース、インドネシア語で、まあ、最高と か, 最高とかいいねと か, いいねと か, なんかやったねと か, なんかそういう、はい、大会名自体がもうそういった、ね、あのプロレスをこう提供するというね、あのかつて木村京子さんも若い頃バグースバグースってこう口癖のように言っていたらしくて、うん、はい、それを大会名にしたということですね。はい、翔太選手は昨年は、沖縄プロレス提供マッチとして第1試合に出場しましたけど、今回は解説としてこの大会に携わるわけですが、はい、どうでしょうか。去年はどうしてもね、やっぱり皆さんの心的にこう少しこうお別れ的な部分もあったと思うんですよ。でも今年はそのさっき今あのおっしゃったようにこうバグースっていう気持ちで、多分こうカードのラインナップを見てもすごく明るさというか、はい、本当に花ちゃんが好きだった空間のようなものが皆さんもにも伝わると思うんで、配信を見ている方にも、そしてコラガホールに来ている皆さんの心から純粋にプロレスを楽しんでもらうのが一番、これが一番いいんじゃないかなと思っております。まあ、今日はライブ配信ということで日本以外にも、ね、海外からもファイトテレビの方もいらっしゃるでしょうから。はい、everyone, nice to meet you. I'm Shota from Gambare Pro Wrest. 流暢な英語。大丈夫ですか？大丈夫です。今の英語。全然大丈夫だと思いますけど。I'm so excited. I can't wait to start the show. ああ、よかった。だいぶ、ちゃんと、はい、はい、はい。あの、地球中全てに今の伝わりましたよ、ちゃんと。いや、すごい、ワールドウォッチングなわけですね、これは。まあ、そういう世界ですよ。世界中の皆様も注目している大会でございますけども、斉藤さん、はい、今日、組まれた、カードの中、あれ、全部、僕選手、これ、あの、すごい、なんか、木村花と木村京子と関係のあったというか、ある仲のいい人たちが、はい、まあ、あの本当にここに集ったということで、はいはい、あのまた木村花プロデュースみたいに僕は思うんですね、うん、11チームインタージェンダーバトルロイヤル、はい、ルールが難しいんですが、まあ、後でみんなこれあの戦いの中で、あこういうことだったのかといろんなもの、僕はあの試合というよりは、はい、あのそれぞれと自分と花さんの関係みたいなのをここでリングで見せてくれるんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、本当にあの出場する選手の人数分の物語が今日は描かれている、はいはい、それだけなんかもうこう、まあ、もちろん木村京子さんのこういう関係もあるけれども、そのレスラーになる前からの木村花を知っていた人たちが多い、いかに多いかというね、そうですね、はい、ここを感じていただければプロレスの申し子だったと思います。はい、翔太選手は今日のカードの中では個人的に注目するのは、いやメインですね、あっ、守備対安か、ここでなければ見られないシングルマッチ、もう僕は2人ともリング上で戦ったりとか、一緒にリング上がったりとか、はい、っていうのをしてきたことがあるんで、僕が体感、肌で体感したことある中で、現状日本におけるトップ2だと思うんですよ。本当、はい、2人は立ってるだけでプロレスができますから、はい、いるだけでいい存在感、その2人が戦うんで、単純に僕前半戦なんで解説、はい、つまり後半戦はもうお客さんとしてあの試合見れるわけですよね。そういうことになりますよ。最高じゃないですか、そんなの。そうですよ、もうお客さんとして見られるだけで翔太さんに拍手もらってますよ。いやでも本当に現在進行形の最高の女子プロレスが
僕はあの試合で見れると思ってるんで、シュリーさん、アスカさんのプレッシャーかけます。期待してますよ。はい。前半戦はね、そんな翔太選手の解説、そして後半からは、カイリ選手が、はい、スペシャルゲスト解説として。前半戦が僕で、後半がカイリ選手なんですか？そうです。どうかしてますよ。いや、どうもしないです。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。そんなラインナップ、今日全4試合ということでございまして、非常に楽しみでございます。それでは、バグース、間もなく開始のゴングです。
はなちゃんの曲にみんなで楽しんでいただけるように頑張りますので、皆さんも大物の部分、拍手で盛り上げてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そのテンション、そのままで、しっかりはなちゃんに帰ってください。しっかりとお楽しみください。それではお待ちいたしました。今はなちゃんの MVやるところ、拍手スタートです。ありがとうございました。本当に、まあ、皆さんもそうですし、なんか私も本当にこの2年間本当にもういろんなことがありすぎて、本当にネガティブな気持ちにどうしてもなってしまうことが多かったんですけど、やっぱり花という人間を思い出した時に、もうあんなに想像しくて面白くて楽しくて、みんなで楽しいことをするのが大好きな人っていないなっていうぐらい本当に楽しいのが大好きな子だったので、それをちょっと皆さんにぜひ思い出してほしいし、忘れてほしくないなと思って、また今日この日をみんなで楽しくバグースな空間を過ごそうと思ってやってきました。はい。で、ここカイリさん、カイリさん、あれ、カイリさん。カイリさん。する予定だったのに姿が見えなくてめっちゃ焦りました、はい、そちらに隠れておりました。はい、改めまして、元スターダム選手会長、そして元 WWE スーパースターのカイリです。はい、まずは皆さん、このようなバグースという大会を開くために日頃からずっとずっと長い間一人で
背負って準備してくださった木村京子さんに拍手をお願いいたします。ありがとう。はい、会場にいる皆さんも、そして今日試合をする選手の皆さん、私、木村京子さん、みんなが今日は花ちゃんのことを思っていろんな思いを抱えてこの会場に足を運んでくださったと思います。はい、今日はバグース、木村さんが名付けてくださったんですかね。はい、うん、とっても素敵、最高っていう意味ですよね。今日は集まってくれた皆さん、私たち選手、心を一つにして最高の大会にしましょう。はい、それではですね、ここでまず心を一つにするために、そして花ちゃんに思いを届けるために、みんなで黙祷を捧げたいと思います。お手数ですが、皆さんご起立いただいてよろしいでしょうか。そして選手の皆さん、リングサイドにお集まりください。ご協力ありがとうございます。それでは黙祷を行います。黙祷。ありがとうございました。どうぞお座りください。花メモリアルマッチバグース、オープニングは沖縄の香りが漂う入場曲に乗って入場してまいりましたメンソーレ親父です。さあ、いつものようにその左手にはオリオンビール、それを掲げます。まあ、自身からこの大会に出場したいとそのような希望を言ってたということで、もう入場の時点で顔がニコニコ顔です。メンソーレ親父が一転して場内の空気が変わるような入場曲がヒットいたします。プロレスリングの愛より参戦剣王、
本郷を率いる男が単身この後楽園ホールにやってまいります。昨年のメモリアルマッチやプロレスリングノアの大会と日程が重なったということで出場できなかったわけですが、まあ、昨年も出場したいということを言っておりましたこの健吾、ようやくその夢が叶う形となります。いつもと変わらぬ表情、たとえ相手が誰であろうとすでに戦闘態勢にあるこの表情で入場してまいります健吾。全くキャラクターもそして方向性も違うこの2人が木村花メモリアルマッチのオープニングマッチで今から肌を合わせようとしております。リング中央、そしていつものようにその右の拳を突き上げるこのポーズです。さあここで目が合いました。剣王とメンソーレ親父です。オリオンビールを掲げますメンソーレ親父。さあここでもニコニコした表情ですメンソーレ親父。皆さんがこのメンソーレ親父と剣王の因縁というのを知ってるかどうかというのもありますけれどもね。そうですね、はい、これがまたプロレスのねすごくこのなんか大河ドラマっていうかね、はい、実はこの2人もどこかで巡り合ってたというね。そうです、はい、そのどこかで巡り合ってるというのはこう皆さんでねこう調べて物語を、でもヒントありありなんですよ、はい、それは木村京子と花の親子が、はい、沖縄で過ごした2年間というね、はいはい、さあそのテント戦が面白いんですよねこの辺は。そうですね、右手を差し出したのはメンソレ親父ですが剣王が移動だにいたしません。不動のままいいんです、いいんです。さあ開始のゴングが鳴らされました。解説は斉藤文子さん、そして、翔太選手です。よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。翔太選手、まず、まあね、その沖縄というつながりもあるということで、まあ、2人のことをよく知る、翔太選手的にはこのカードどうでしょうか。そうですね、まあ、剣王選手はねあまりそこまで接点は、まあ、同じ、ね、会社ではあるんですけども、はい、そこまで接点はないんですけども、まあ、メンソロヤジに関しては本当に一緒に住んでる時期もありましたし、うん、はい、こうやってねいわゆるこう、まあ、最近都内で試合する回数も少なくて、こういったようにお客さんを盛り上げるようなね、はい、楽しいキャラクターというのはあるんですけど、沖縄に住んでた時は、はい、もうエース候補というかエース候補、はいはい、中心選手だったんですよ。なるほど。こうやって笑顔を作ることもあれば興奮させることもあるしっかりとした実力者なんで、うんうん、もうまさに今日本プロレス界の先頭を走ってる剣王選手に対して、はい、しっかりと存在感をと言ってる矢先に早くも金ちゃんジャンプを出したんですが剣王は全くそれに応じません。存在感出たじゃないですか今ので、はい、もちろん今の一発で存在感出しましたけど、その存在感をこの時一発で吹っ飛ばしてしまいました。いややはり蹴りがね、まあ、この付き合わないところがね剣王選手のすごくいいところだろうし、はい、2人の、一騎打ちですけど2014年、まあ、沖縄プロレスで、開催された興行2010年6月26日のナムラホール大会で一騎打ちが実現しておりまして、その時は剣王選手がハイキックで、勝利を挙げていると、うん、そのようなま、まあ、あんまりその試合結果そんなに左右されないというのが、はい、メンソーレ親父じゃないかなと思いますね。まあ試合結果とは別のところでもその存在感を出す、勝っても負けてもあまり関係ないという、ね、はい、ただこのカードを組んだ木村京子さん的にはちょっと、これまで見せているメンソーレ親父とは違う部分を見せてほしいと、そういう期待を込めての、それはねおそらく、ね、メンソーレ親父が剣王の弱点を知ってるんですよ。なるほど、はい、メンソロヤジも沖縄プロレスを中心に活動してた時はタイトルマッチものすごく数こなしてるんですよ、うん、はい、ベルトを取ったこともあるしシングルの王座も何度も挑戦してるし、そういった部分の経験が年齢を重ねる中でさらにこう熟してきてるとあるんで、うん、ここでね剣王選手相手にね何か残すことができれば一気にプロレス界の見方変わりますから。そうですよね、メンソロヤジ、まあ、確かに今現在プロレスリングの本当中心選手である剣王から何かしらのものを残せばね、うん、これは本当プロレス業界全体に響きますからね。
その拳王さんはね、あのコラムなどでも言ってましたけど、その木村さんのその今までの今現在の活動をすごくこう感銘を受けて、力になりたいっていう思いで賛成してるんで、だからこそ思い切り強さ見せつけてやりたいんじゃないですかね、はい、多分木村さん今リングサイドで見てるんで、そんな木村さんに響く戦いをしようっていう気持ちを剣王選手も強いと思いますよ。あ、そんな剣王にドロップキック行ったんですが、これも倒れません。木村京子さんが自らセコンドとしてロープ開けてましたもんね、うん、あの入場してくる選手、7番もう一発、両選手に対してね、そういう木村選手のあの木村さんの思いっていうのも強いと思うんで、はい、さあ対角戦場に振ったのは剣王が、そこからダッシュするが両足を出した、身長そこまで、ね、変わりないんですけど、そうですね、これは足を滑らしたか、スワンダイブで何かを狙ったんですが、慶応選手のこの今不敵に笑ったところにものすごい余裕を感じますね、はい、そうですね、相手のミスにつけ込んで一気に攻めることもできるはずなのに、はい、わざと間を置くっていう、ね、はい、しかしこのドロップキックは決まった、カウンターで決まった、さすがの剣王も吹き飛ばされた。さあ先ほど足を滑らしたそのお名天井名誉、お、ここでさあビールを手にしてますか、いや、やっぱり、ね、いや一口飲んだ方がいい、はい、これ一口飲んだ方がいいですか、ね、一口飲んだ方がいい、はい、さあオリオンビールが活力源のこのメンソーレ親父、缶ビールを片手にがいつものこの見せ場です。これよくあのアルコールを摂取しながらこれちゃんと歩けますね、翔太さんね、いや良い子は真似しないでほしいです、ね、はい、本当ですね、ここは絶対真似しちゃいけません、本当そうですね、はい、良い子はあのビール飲みませんから。さあそれで盲点を、いやさすがの剣王もね、アルミで、はい、アルミ缶ですからね、うん、殴られると、剣王が、あ、素晴らしい、剣王が引っかかってしまった、金ちゃんジャンプからスクールボーイ、トラスキック、お、親父の用を狙うか、しかしこれは読まれていた、ならばと背後、さあバックの取り合いとなる、ジャーマンスープレックス高速だ、少しずつメンソーラ親父が自分の間で試合をできているようになってきましたね、なんか形になってきましたね、剣王選手の方がこれに引きずり込まれている感じがありますね、はい、さあそしてここから再び自分のペースに持ち込むために鋭いローキック一発、少しあの先ほどの金ちゃんジャンプに対しての精神的な動揺が表情に出てますね、はい、出てますね、同化してきてますよね、それを跳ねのけるかのように、いやでももうこのミドルキック一発でも空気を変えれるんで、はい、ちょっとメンソーラージまだもう一頑張りしてほしいです ね、 そうですね、もう表情元に戻ってきてますから慶応選手、しかしここはどうやらでも倒れていないんでね、はい、正面から行こうとしてますよ、変化球ではなく真正面から慶応と渡り合おうというのかメンソーレ親父、借りてさらに張る、恐ろしい表情で一発だがカウンターのトラスキック、そこから親父縫いに行けるか行けるか、いった、得意の親父縫い炸裂、いやすぐカバーに行きたかったです ね、 そうですね、しかしそれまでのダメージがあるのですぐカバーに行けません、両者ダウン状態となっております。でもこの拍手はメンソーレ親父に対する拍手ですからね、そうですね、はい、はい、まあ、今日は声出し禁止ですけど、もし声が出せるようだったら今コラケンホールはメンソーレコールに包まれてるかもしれません、はい、さあ親父がバックを取ってスープレックスを狙うが、ここでリンネ、メンソーレ親父はねジャーマスープレックスも得意としてたんで、はい、あそうですか、蹴りの読み合いよ、さあどちらもかわす、さあここから抑え込んだ、おっと危ない、剣王ヒヤリ、あっと、あしかしすぐさまミドルが飛んできた、もう一発重いミドルだ、いや親父がねここで後ろに引かないっていう姿勢はね、そうですね、みんな見てます、 あっと、はい、前回のシングルはこれで勝負が決まったが、おホールに行かない、慶応がホールに行かないですね、次なる技を狙うのかコーナーをチョイスする、自らこの技を親父に対して出すという意思じゃないですか、はい、これはこれはまさかダブルフットスタンプを狙ってると思われます、はい、BFS しょうがないですね、これは返せないでしょ、3カウントハイキックで決めようと思えば決められたかもしれません、しかし剣王その後の最大級の技ダイビングフットスタンプをメンソーレ親父に刻みました、木村
花メモリアマッチバグースオープニングマッチ、剣王対メンソール親父の一騎打ちや剣王の、まあ、これは完勝と言っていいでしょうね、斉藤さん。はい、これは最後はね本当に、はい、剣王選手の厳しいところで、はい、ね、まとまったと言いますか、はい、あでもこの後があるんでしょうね。さあここで京子さんをリング上に上げて拍手を。あちょっと今日初めて少し緩んだ、はい、表情を見せましたね、はいはい、あそしてメンソール親父に対しても何か言葉を投げかけたでしょうか、剣王。ここは剣王とメンソール親父の知られざる友情の部分があったんだと思います、はいはい、一瞬でありましたが今パーソナルな面が見えましたね、まあ、剣王からするとそのこういう強さを思いっきり見せることで、はい、これからも木村さんの活動っていうものを後押ししていくっていう、そうでしょうね、ものすごく感じましたね、はい、あ肩を叩いております。そして握手を求める、珍しいですね、これ非常に珍しいです、はい、まあ、ただメンソール親父としてやはり悔しいでしょうね、これはね。まあ、でも自分の今現在地を知るっていうのもプロレスラーにとってはすごく大事なことなんで、はいはい、メンソール親父としては100点の試合やったと思いますよ、はいはい、負けたけども、バンライの中、はい、勝者そして敗者がまた道を分かれました。この後、2人が出会う日がやってくるのでしょうか、こちらも楽しみです。Are you ready, kids?個性豊かな11チーム参加による変則タッグバトルロイヤル。ルールは試合権利は常に全員が持つ。 This is for the English speaking world. Fight TV. 11th team intergender tag team battle royal. Pinfall or submission or over the top rope rule, of course. This is where it gets kind of tricky. Both member of the tag team has to be eliminated.To be gone. The last five person in the ring will have the fatal five way. But this is where it gets real tricky. Five members remain in the ring, then his or her partner will be allowed back in the ring. Then maximum of what? 11 people? 10 people, I'm sorry. Five team or 10 people remaining in the ring, then fatal five way.Last man standing tornado fight starts. Then last tag team standing will be the winner. Does that make any sense? I hope so. では、はい。さあ、第2試合でございます。第2試合はタッグバトルロイヤル。インタージェンダー変則タッグバトルロイヤルですね。はい、先ほど、ビジョンの方にも、ルールが、明かされておりました、まあ、通常の、タッグバトルとはまた違ったルールで、ね、行われるということでございます、はい、さあ通常、チームの、1人目の1組目が入場してまいりました、はい、橋本千尋、岩田美香、仙台ガールズですね。橋本千尋と岩田美香、はいはい、このチームだけでも相当強力なんですけどね。そうですね、はい、その強力なチームと一本さあこれから、次々と、強豪チームが入場してまいります。続いての入場は阿部文則プロレスリングバサラ、そして一般人沢宗則さんです。さあこの大会はプロレスラーだけではなく一般人も、参加するということでございまして、沢はね、はいはい、まあ、元、格闘探偵団バトラーですが現在は引退し一般人となっております沢宗則、まあ、パーソナルトレーナーということでね、はい、これまたとぼけたチームが来ましたね、はい、やりすぎぐらいがちょうどいい2人がやってまいりました。いきなり縄跳びを始めております。さあ宗則さんです。なんかスーツが新しくなってますね。そうですね、これね、なんかこれ意味がありますよ、はい、白いスーツ。そして3組です。全日本プロレス芦野翔太郎、そして橘聖吾。これは異色のチーム、ね、そうですね、元レッスルワン同士ということでございますが、また橘選手の方は木村花とレッスルワンレスリングスクールの同期だと思いますね、はい、プロレス総合学院1期生ということで、1期生ですね、はいはい、木村花さんと同期であります橘聖吾。よたもんなんか。そして4組目の入場です。これも強力なチームですね。仙台ガールズボーイズのダッシュ千里、そして松本博代のコンビです。
これまた強力ですね。強力なチームですね、これは。まあ、あのこのバトルはもちろん男女入り乱れての、はい、戦いになるんですが、はい、もう女子が入っても十分強豪ですよね、はい、松本慎とダッシュと、いやこれね、まはい、松本選手が入場したことでね、はい、外が雨降り出してないか心配ですね。なんで雨女なんです。あ、本当、あ、そうなんですか。最強の雨女と言われてますね、はい、僕なんかやっぱり女子ゴジラっていうふうに思ってますからね。これまた異色のチームですね。続いての入場です。 DDT プロレスリングの高梨正宏、そしてチェリー、占い師レスラーのチェリーが入場してまいりました。異色のチームですね。意外とこういう人たちがダークホースというかね、はいはい、まあ、バトルロイヤルダークホースが勝利をかっさらうことよくありますからね、はい、ピンフォールもあり、サブミッションあり、それから肝になるのがオーバーザトップロープルールですね、はい、トップロープ上からリング下に落ちた場合失格となるとルールです。続いての入場はピュアジェ女子プロレス中森花子と、そして倉垣翼。なんかもうピュアジェっていう感じがしますね。はい、倉垣存在感ありまくりですね。なんかさらに巨体になっているような気はします、はい、まあ、それは失礼なんですけど、はい、あ、なんかこれぞピュアジェイみたいなチームですね、はい、さあさらに入場は続きます。スピードオブサウンズバナナ戦がストーコースに、はい、まあ、参加チームの中では一番のスピードを誇るチームと言っていいでしょうね、はい、僕の中では優勝候補ですね。なるほど、はい、さあさらにさらに入場は続きます。試合巧者ですからね、宮本優子トリプルシックスから、そしてそのパートナーはプロレスリングウェーブ宮崎由紀。これもバランスのいいチームですね。またそうですね、はい、穴がないコンビと言っていいでしょう。またね、宮本優子選手は女子と戦う時のリズムがまた独特なんですよ。なるほど。さあ9チーム目の入場となります。宮本優子と立花、やっぱりヤンキーと、いや僕、はい、やるんじゃないかな、やるんじゃないかな。さあそんな2人がもめる中で、これはまた実力派、沖縄プロレスシーサー王とハブのこちらも実力者タッグチームです。これもすごいチームですね。楽しいですね。これこの2人の、ね、絆というかタッグってのはもう歴史が長いですから、はい、そうですよね、はい、歴史の長いタッグチームです。この2人も優勝候補ですね。それは面白い。10組目となります。入場してきたのは沖縄プロレスのスペルデフィン、そして高瀬美雪のチームです。さあこれは2人は、もちろん今回が初タッグということ で、 そうでしょう、ね、はい、今関連は何かなと思ったんですけども、はいはい、どのようなチームプレーが見られるか、こちらも注目です。沖縄プロレスを創設したスペルデフィン、そうですね、はい、いやこのメンバーを見ただけで、このやっぱり木村花ちゃんというレスラーがどういうキャリアを短い中でも歩んできたのか、全員関わりがある。そうです、いや本当に、しかもちょっとやそっとの関わりじゃなくて、深い友情だったり人間関係だったりってことでしょうね。しかもその中にプロレスラーだけなく一般人もいるわけですからね。そうですからね、はい、さあ開始のゴングなされましたタッグバトルでございます。これは3カードギブアップ、そしてオーバーザトップもあるんですけども、タッグチーム両者が失格して、そうなんです、そうなんです、はい、普通だったらパートナー1人が失格した時点でそのチームごと消えるということ、今回違うんですね。違いますね。1人残ってももう1人はリングの中にいてもいい、はい、で残り 5人になったところでそのタッグパートナーも復活できるということで、そこから5ということは10人、はい、でここから5フェイタルトルネードということですね。ということになりますね。さあ何なん、銃つなぎになっておりますね。おお、力がこれ止まった。さあ逆に行きます。逆に行きます。まあ、これはあの人間 の、 あの生物力学的に自然な行動ですから、ね。とても自然な行動です、はい。どうしてもこう動いちゃうんですよ、ね。はい。もっと急に高瀬選手はちょっと納得いかなかった。そうですね。まあ何かしら納得いかないものがあったんですよね。キャリアが一番浅いだけあって、はい、これは必要なことだと思います。いやけど一人チョップやってますよ。いやこれすごいですね。1ヶ月分のチョップ使ってますよ。はい、いいですね。最後ハブにリング中央に立ちます。しかしそこに。近寄ったのがこの新宿フェイマス橘の兄貴、ガンをつけます。普段からこういう方ですので、やっぱ柄の悪い人入ってきましたね。柄悪いですね、はい、それで宮本優子にちょっとやってもらおうかなと思ったんですけども、キャリアが違うよってね、年季というか。その橘に正面からチョップでいく、高瀬のチョップ、さすがの橘聖子も後ずさりしてますか。髪の毛を掴もうとしたが、これをさせません。チョップをやめようとしたかった。
止まらない止まらない止まらない、もっと打ってほしい、もっと打ってほしい、もっと打ってほしい、いやー本当に止まらないですね。いや見ていて気持ちがいいですね。いや本当ありですよね。いや新宿を我が物顔でのし上がってる、のし上がってる橘兄貴がこんな状態ですからね。またね、こんなにチームがこんなにタッグチームいるのに誰も助けに入らないんですね。いいです、まあ、大体こういう時は助けられないですよね。誰も助けに入らないですよね。さあ倉垣、体格的には立花よりすごい、はい、全然あります、はい、立花選手もかなりこう体ビルドアップしてるんですよ、はい、そうです、今の背筋、はい、よかったすごい大きいんですけど、はい、さあここで、ここで SOS が、さあ大杉がリング中、そこにあースプラデリー、大阪リンクアッパー、見ちゃいますね。いや見に来てよかった、もう今日は、はい、大阪リンクアッパー見れたんで幸せ度高いですね。おっ、DDT いくね。さあここからスイング DDT に行った、距離のあるスイング DDT 独特。さあそして終わりと宣言、決めに行きますよこれ。さあデルフィンクラッチ行くのか、デルフィンクラッチ、これでスリーカウント、まあ仕方がない。しかしすぐさま横に四季見方が、チェリーが、チェリーさんもうちょっとデルフィンさん見たかったですよ。いやそうですね、僕は年の子ですよ。さすが、まあ年齢ね、高瀬美幸選手が最後まで残れば、はい、スペルデルフィン復活のということになります、ね、可能性もあるという、はい、一旦そこは一時失格となります、はいはい、さあ一般人の背中を踏みつけるチェリー、それに対し千賀と宮本優子が、そうですね、まあ、特に今大杉がいなくなっちゃったことで千賀がロンリーバトルになりますからね、ということになりますね、はい、ここで高梨が入ってもらいます。 SOS はやっぱりタッグチームとしての強さがあるんで、そうなんです、はい、ちょっと期待してたんですけど、はい、それが見れないのは残念ですね。熟女でドーンで、これが DDT の形になりました。まあ、この辺はやはりチェリー高梨組うまいですね。この2人もねかなりタッグとして戦ってる歴長いですから、長いですからね。ぐるぐるパンチが当たった、ぐるぐるパンチ当たった、ぐるぐるパンチ当たる確率低いんですけどね。大場のトップロープ、はい、はい、高梨シェリーが失格ですね。ですね、今両者ちゃんとチェックしておいてくださいね、はい、両者落ちてしまいましたね。ここは倉垣が狙われます、対角線上、おー、しかしラリアット、ラリアット連打。一人を、一人で二人を相手にする、二人、二人担ぐ、はい、アルゼンチンバックブリーカーで二人担いだ、これは懐かしい、長瀬と久里が担がれる、大技、なるほど、さなんとかエプロンに踏みとどまりましたが、さあこれで、まあ、ここはバトルロイヤルですからね、失格となります。なんとかトップロープを掴んで踏ん張ろうとしておりますが、ここで倉垣が突進する、ああこれもなんとか踏みとどまった、ここで兄貴が行く、あこれで失格、失格、橘聖子頭脳プレー、まだ中森選手いますからね、はい、そうですね、中森選手が残ればの話ですね、はい、はい、だんだん僕らもルールを理解してきましたね。そうですね、いやこれ恥ずかしい、これは見たくない、これは橘選手やる必要あるんでしょ、橘聖子に恥ずかしい、や恥ずかしがため以上に恥ずかしい状態となっています、はい、いやほぼ見えてますよこれ、これあのリングサイドのカメラ引いた方がいいんじゃないでしょうか。やめ、千賀さん、千賀やめて、千賀さん、いやいやいや千賀にだけはこれやってやらしてはいけない、あ足の翔太郎がダメだと確認しますね、足の翔太郎理性がありますからね。何ですかこの曲は、この聞こえになる曲は聞いたことありますよ、はい、なんか後楽園ホールでね、なんか、はい、聞くと嬉しくなる曲ですねこれ、90年代の新日本プロレスで聞いたような曲が流れてきましたよ、ね、はい、ちょっとバトルロイヤル参戦者もざわざわしてますね。もしあの男だとしたら、おっと、あ兄貴と兄貴だ、兄貴タッグ、水波兄貴と金本の兄貴、水波の兄貴と金本の兄貴、そうか、そういう意味、2人の兄貴、なんとここでドリームタッグが実現いたしました。金本浩二バグースに参戦、いや危うく放送事故直前だったんで助けてくれましたね。これは金本選手助けてもらった形ですよね、これはね、アーカイブが残らなくなるところでしたからね、はい、このままでは、いや入場しただけでこの2人場を持ってきましたよ、はい、そっかそっか、水波の X ってありましたね、はい、水波選手
私の今日 の、 あのパートナーは X とされていたんですが、兄貴松本浩二が突進する。さあちょっと松本浩二に襲いかかり、そしてその勢いでシーサー王に、さらに千賀に、さらに阿部文則に、宮本優光に、まあ、一般人にショート選手ね、こういう時はやっぱり触ったことない人に触りたいですよね、はい、そうですね、触れたことない選手とあの対戦したいっていうのもあるし、はい、ちょっと僕のようなタイプのレスラーだと確実に生き残る方法を探します、ね、まあそれはそうですよね、極力あの、はい、絡まないようにする方法を考える、はい、さあ両コーナーに分かれて2人の兄貴がマシンガンチョップ。いや水波選手はね、最近も海外でも名も上げてますから、上げてますからね、AEW で活躍中です。すっかり金本選手が水波選手に合わせて、合わせてますね、そうですね、コミュニケーションバッチシじゃないですか。いや、これ通じ合うものがあるんでしょうね、この2人は。意思の疎通もバッチリみたいですね。金本浩二がこれをやるという、いや、余裕入れて、ただ何をやっても絵になりますね、絵になりますね。まあ、水波 X 組と、発表されていたんですが、まあ、水波といえばこの人と、水波宮崎選手のムーンサルト見れます。さあ重爆ムーンサルト見られるか。ああ、しかし松本ひろがこれは、ああ、怒った、ボテっていう感じで今思ってました、はいはい、これね、宮本選手なんとか取り返してほしいですね。自分の指示でパートナーを失ってしまったわけですから。宮崎選手のムーンサルト見たかったんですけど ね、はい、ここで中森、そして松本、さらにダッシュ、佐藤、水波、ここで立花、ああ、ちょっと意外のこの試合の軸を握ってるのは立花選手かもしれないですね。意外とね、しかし、まあ、みんなに目をつけられますからね。同じ兄貴と呼ばれていても、金本選手とこの立花選手のこの扱いの違いは何でしょうか、一体。兄貴のね、どっちかっていうと金本さんに対して兄貴っていう側の人間ですからね、うん、はい、どうですね。スライディングレッシュダス、すぐさま低空ドロップキックというこの連携、早い、混戦、こうやってね、対戦相手がいっぱいいて、混戦の中でも、はいはい、こういうすぐにあの自分たちの連携を出せるっていうのは、出せるというのがすごいですよね。そうですね、タイミング勝負ですもんね。普段から呼吸が合ってるってことです。宮本優子が、おっと、ギリ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 、まだまだついてない、まだ、おお、ビッキースティンボード張りに戻っていきましたよ。バーガリー、しかし、さらに引き上がりしまいます。ダブルのブレインバスター、中森が待っていた、シャニングウィザード、あーあーあー、ボディスラム、あ、これ2人同時にフォール、あー、さすがに、ね、4人5人にまとめて抑えられると、まあ仕方ないです、これがバトルロイヤルですからね。さあ現在今宮本優子と、はい、高瀬選手が今、はい、これで高瀬美幸、スペルデルフィンいなくなりました。いなくなりましたね、はい、そうですね、宮本選手と宮崎選手のチームもいなくなってしまいました、はい、あ、本当だ。さあ登れ登れとお互い指示を出し合って、ここは水波が捕まる展開です。さあ水波に対し中森が、ああしかし、あと、あ、ダメだ、これは、これはバトルロイヤルは極力コーナートップ登らない方がいいですね。あとやっぱり、まあね、対戦相手の言うことを聞かない方がいいですね。あ、そうですね、はいはい、さあ、おっと、これはすごいですよ。サーム根取り、そして金本浩二、いいですね、これ。金本さんと阿部ちゃんと澤さんの対戦、はいはい、ちょっとこれは、まあ、まさにやりすぎぐらいがちょうどいい3人がここに一度に返した形になりますよね。この3人はやりすぎてほしいですね、このまま。やりすぎてほしいですね、やりすぎてほしい。回転上のシュー、いやー、阿部文則の得意技を一般人がオマージュいたしました。さあここでイラブパンチに行った、イラブが誤爆った。もうちょっと一般人澤選手は飛んでますね。まずいですね、まあ、仕方がない、まあ、これは仕方がないですよね、はい、レスラーじゃないですからね、はい、いや水波選手と金本選手の加入で一気にちょっとリング上のボルテージがまた立花さん出てきました。またしても兄貴対決です。兄貴と兄貴ですからね。兄貴と兄貴です。新宿の兄貴と女子プロ界の兄貴、そこに松本博代、松本と橋本チール、いや橋本チール、シーサー王、この3人すごい、足野翔太郎、はい、おお、これは見応えありますね。正面から行く、これは見応えある。あ、さすがに吹っ飛ばす、頑張れ。あよく分かんないけど、はい、水波を吹っ飛ばすことに成功です。いや、もうキングオブモンスターズ見てるみたいな感じ。本当ですね、わかんない、まさに怪獣だと。
体重ビッグバトルですよこれは。さあちぎっては投げ、ちぎっては投げ状態の足野翔太郎、そして水波亮、怪物3人がリング上残りましたね、はい、さあこの3人の厚み、いやこれ水波選手でぶち破ってほしいです、この2人を、2人を相手にするというオーラクロージャーズ、オーラリスクのラリアット行く、おスピアね、カットされてしまいましたね、あーまずい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 、しまった、でも素晴らしいシーンだったです今の、いやしかしこの2人の対戦も見応えありますよ、おありそうで今まで初めてですね、シーサーをと足の足の翔太郎、いやこれは僕初めてです、さあ体重で勝るシーサー王に対しレスリング出身の足の翔太郎どういくか、これも足の選手のやっぱりスープレックス期待しちゃいますね、そうですね、はい、この巨体をスープレックスで果たして投げることが可能かどうか、シーサー王選手はねこれタックル、ラリアット、パワーボム、パワーファイターでもういくらでも手数ありますから、はいはい、あるかな、いやしかし足の選手はやっぱ腰強いですからね、ここで出てまいりました立花聖吾、足の翔太郎を援護いたします、そう2人で行こうと、確かに2人で行った方がやりやすいです、どっちやったの、しかし考えてることが違っていた、何か足のはブレンバスター、そして橘はバックドロップブレンバスター、さあブレンバスター、あーいやだ、これも違う、どうもこの2人足の疎通がうまくいかない、お前逆だろ、長年の師弟関係とは思えないですね、全員集めろお前、全員集める必要がある、全員集めろ、さあここで一人でボディースラム、ボディースラム、ボディースラム、いけるかいけるか、ハムが押した玉突き事故となってそのままスリーカウント、いやパートナーのハム選手がよく状況を見極めてましたね、そうでしたね、はい、いいタイミングで今押しましたよね、やはりあの130キロ以上ある、ね、シーサー王の体に追い潰されたと、足の選手は、ね、肩上げれなかったですね、はい、しかも何人も、ね、上から抑えましたからね、破れるというハム選手も上から抑えてましたね、はい、さあここは金本と阿部です、いやこれもちょっと高カードですよ、本当だったらこんなシングルで見たいみたいな組み合わせが見れていいんですか、ドラケンホールで、いやいいんですよ、今日はいいんですよ、さあ顔面ウォッシュに行くぞ、おガーシュもう一丁、最後の一発に行く前の時点でかなり鼻を気にしておりました丸文則、ここでおお立花が入ってきた、どこ見てんだこの野郎と、自分から入ってきて、はい、いやど誰にでも喧嘩売るんですね立花選手、目に入るに相手にはもう誰、あさあ2点の2人です、昨年この2人セコンドと辻で来場していた立花がこの岩田にドロップキックを食らったこと、はい、未だに目に持っています、その後大会発表記者会見でもねやり合っておりますよね、はい、さあ岩田がボコボコにしております、岩田が立花をボコボコにしている、そしてその前では金本と阿部、友達、これ賢いですよ、あなるほどなるほどなるほど、なるほどなるほど、ここで何か通じ合うものが、選手と水波選手、阿部選手と、まあ、一般人澤部宗さん、はい、両者退場ですね、退場ですね、はい、チームごと仕組みですね、あここで和解をしようじゃないかと、1年越しの和解がここで成立しそうです、いや、 やっぱ何でも揉め事はたくさんの人が見てる前で和解するのが一番なんですよ、なるほど、なるほど、さあこの場にいるみんなが証人です、岩田が右手を差し、ああ甘かったか、騙した、大衆の面前で裏切りましたよ、うわひどい、これはひどい、しかしオーバーザトップロープで失格させてしまいました立花、そこに松本が行く、この2人を相手にするのはきついですよ、さあここがドロップキック、さあ SOS もね今ちょっと千賀選手1人なんで、そうなんですよね、さっき何気で大水入ってきましたけどね一瞬、さあ橋本がかわしへガットショット、内角線上振る、コーナーに上げる、さらにおサイドバスター、そこにクロスバック、素晴らしい、いい連携、このコンビネーションは素晴らしい、これはさらにリバーン、スカッシュ式の2ドロップ、ハム選手がカットに、まさにねこうハムのようにね、走ってましたね今ね、ずっとね潜んでるんですよリング下に、そうです、気配を消すのがうまいというね、ハムここでスッポ攻撃、これが痛いんですよね翔太選手ね、いやこれはね衝撃受けますよ初めて、はい、まあ、体の一
チームなんでね何も言えないんですけど、そうです、あれは、狂気攻撃でありません。さあこれはハブとシーサオのオープンプレス、あ2人をまとめてペラペラに、線がいいところにいますね。あでもこれもう5チーム以下になってるんで SOS も復活してるんじゃないですか。5チーム以下になってますか今。そうそう、ここでさあ、もしもレフリーがここでですか、ね、今5人だった、今あここです、5人です、5人です、5レスリメイン、ノーモーオブザタップロHis or her partner will be allowed back. So that'll be 10 people. 5 team, 10 wrestlers. No more over the top rope. 5-way fatal tornado. Is that it?現状もその流れの中でもう1チーム消えちゃってる、消えちゃってるんですね、はいはい、2人とも消えてしまったので吉野が分かってなかったというか、はい、SOS 戻ってきましたね、はい、SOS の2人はあり、そして立山真が生き残っていることで足野も復活、はい、そして岩田選手も戻ってきました、はい、ここからは大技トップがない、大技トップなし、ピンフォールかサブミッションの、1人でもやられたらその時点で失格、はい、1人でもやられたらその時点で失格ですね、通常のまあフォーウェイタッグマッチですね、フォーウェイ、まあ、イリミネーション形式の、はいはい、そうです、これはバトルロイヤル形式ではなくちゃんとタッチがしなければならないという防衛戦です。さあここは立花、ハブ、そして大杉、岩田、これやはりあの結果論なんですけども、はいはい、大杉選手はかなり序盤で失格してましたよね、まだ休んだ、あそうですね、休めた形になりますもんね、はいはい、もちろんねそれが保証されたわけじゃなかったんですけど、結果的にね体力を温存することができたような気がしますね、はい、さあハブが動き出します、動かない時はじっと動かず、そして動く時はスピーディーに動く、ハブさんもやっぱりあの野生の勘みたいなものが働いたのかもしれないですね、あ危ない、大きく3人、立花この中に入れません、仕方がないので現状切るしかありません、いやしかしね馬場さんもおっしゃってましたけども、はいはい、リングの中央を取る選手が一番ですから、なるほど、ね、そういう意味で今の場面に関しては立花聖子が一番だったかもしれません、さあやっちゃってくださいと、足のタッチ、この中に入ると千賀選手が細いですね、細いですね、やる気は満々でございます。さあ筋肉ポーズを見せますが、体型は何一つ変わっておりません。いや切れてますよ、かなり切れてると思います。切れてますか、切れてる割には3人だからでやられております。これで、まあ、もちろんあのシーサー選手と足野選手もすごいの分かるんですけど、この中に入った橋本選手ちょっと注目ですよね、はい、そういうことになりますね、橋本千尋、シーサー王、そして実力者足野翔太の相手にどのような戦いを見せるのか、正面から言っているぞ、エルボー一発もかなり重たいですよ、はい、行く行く、パワフルに行く橋本千尋、これは反則ですよ、そりゃないでしょう、もう通じ呼吸のタックルぶちかまされてしまいました。そして1対1になったところでシーサー王は足野翔太郎へ、おカウンターのアッパーカットエルボー、もう一発、さらに得意のアッパーカットエルボー炸裂、素晴らしいヨーロピアアッパーカットですね。そしてボディースラムを上げ、先ほど上げられたのを上げた、さすが足野翔太郎、日本が誇るスープレックスマシンですからね、そうですよね、さあここで立花と足野の連携いくか、ダブルのガットショットから蹴り上げる膝蹴り、そして後頭部のラリアットホールに行く、千賀が危ないが、ここは大杉がカット、はい、目まぐるしい攻防となっております。タックバトルから防衛タックマッチに、あ仙台ガールズの連携が見れるんでしょうか、あ膝、顎の先端に炸裂、さらに連携を見せる、プレスしたのは千尋の方だ、これも慌ててハーブ、そして千賀がカットに入りました。さあまだこの行方わからない、読めないですね、はいはい、やはりあの仙台ガールズの2人はですね、はい、あのスタミナに関して言うと他のどんな選手よりも上だと思うんですよね、はい、ものすごい運動量なんで普段から、仙台ガールズの運動量、しかしちょっと今顔面に入りましたね、はい、もう運動量運動関係ないですね、これはね、この尻尾でやられると、あさすが足野翔太郎も、い
や足の選手に打撃でここまでのダメージを与えることはなかなかないですよ、はい、ないですよね、まあ、食らったことないものですからねこれね、はい、ちょっと予想外のダメージなんじゃないあとここしかしダブルのドロップキックハブも場外へそしてスピードオブサンズが行くぞダブルのトッペ見事ですねオーバーザトップロープなしねこれは、はい、ここからは後衛からはないですねはい、はいピンフォールからサブミッションですね。そうですね。はい。さあダブルのコペコンヒーロー、コペコンヒーローを炸裂させましたスピードオブサンズ。こうなってくると SOS が一気に畳みかけてくる。そうですね。自分たちの流れになってきてますからね。まあ持ち技たくさんありますからねまだね。特に勝負をかけるときの SOS はね本当に一気に決めきますからね。はい。ビングザバスケルボールしかしここに岩田が入ってきたトラスキック。あっ、後頭部を。後頭部ですよ今の。ダイビングクロスボディー。打線が勝ち誇る中スープレックスが勝ちだスープレックス今2回ぐらいまで飛びましたよベリートゥーバックさらにおおこれはスープレックス対決になるのまさか少し広場のリアットでいくしかし足のは倒れないいや足の選手もさっきの、ハブさん の、 尻尾のダメージで少しプラついてますからねそうですよねあのダメージありますからねしかし耐えます足のが意地で耐えるリアット返した橋本うわすごいなったるド迫力のラリアットここにも剛腕を誇るプロレスラーがおりましたその名は橋本千尋足の選手ちょっと信じられない時の表情そうですねさあここから何を狙うんだコーナーを狙うさあコーナー最上段に経験したことないシチュエーションですからねそうですよねまたこのシーサーに入ってきたいや入ってきてほしくない選手入ってきましたね、はい、ここはデッドリードドライブに行くのかデッドリードライブ殺人ホイップ再びハブシーサーの連携がはいさあまたしてもオムプレスに行くのかオムプレスがましたそして横入り式エビ固めトラスティックもう一回うわこれ返したいやハブ選手も実力者ですからはい粘っておりますしかしここは SOS の合体プレーが出るぞ出るぞ出るここで橘が入ってきた橘が急所ひどいさあこのまま抑え込んだのハブだおっと橘選手の後頭部からちょっと急所急所でしたね、はい、急所でしたよね、はいはい、ように見えますがちょっとあの的確にローブローだと判断できないですねうーんしかしスピードオブサンズがこれで消えましたあまたしてもこの誤爆立花選手はプラスにもマイナスにも試合を引っ掛けましたそうですねどちらにしても度合いが大きいという2人ならなんとかなるんじゃないですか両腕ラリアット行かせない投げようというのかずれましたしかし重いあ1人で2人を一度垂直まで持っていきましたよ、はいはい、さすがは沖縄のキングキングシーさんしかしまたしても急所打ち今ちょうど吉野レフリーね、はい、見えない箇所でしたよね、はい、岩田選手が足元に来たんでそれを飛び越える瞬間ね下向いてたんですよ、まあ、この辺はしたたかですさすがに歌舞伎町を締める男さあ残るはこの2人ですか仙台ガールズの2人と橘足のですねここで前回の因縁を引きずる2人が最後まで残ったという岩田と橘行かせないいや終始橘選手がリング上にこうリングの空気を支配してるんでねそうなんですよねもう開始早々から何度我々橘聖子を拾ったことかただですね、はい、岩田選手と橋本選手、はい、このチンピラを痛い目に合わせてやってほしいですねまあそれが世のため人のためかもしれませんちょっとしかしここは岩田が捕まってしまったまずいまずいまずいああバックハンドチョップちょっと今橋本選手がリングに戻ってなかなか戻ってこれないんで、はい、ここは一人で頑張らなければいけませ ん、 はい、んこいつの胸しまぐれにしてやるぞなんていうことコンプライアンスも何もないですよ、はい、岩田の胸を血まみれにすらまたしてもちょっと足の選手の表情が変わりましたさすがにこれだけ誤爆が続いたら1回って何でしょうかあ今日一のアッパーカットです押し置きです押し置きですあもう目がうつろです橘聖子目がうつろあそして失格になったチームも出てまいりましたうわーありがとうまさかこうシャイニング出るんじゃないですかおーハブのシャイニングウィザードさあ第2の字となりました
ました立花聖吾。ここは岩田がチャンス。防衛マッチで戦った各チームのお膳立てを、後ろで橋本選手も控えてますからね、はい、そして足もあ関係ない、もちろんこれは全然、あしかし勝ち怒ってます、引くわけがない、そして逆に効いた、ホームラン投げっぱなし、後楽園ホールがどよめきましたよ今、どよめきましたね今ね、三角蹴り、後頭部を的確に炸裂させてスリーカウント。西本チームの岩田組の優勝ですね。足野選手ガッツポーズしてますけど負けてますからね。タッグバトル優勝チームは仙台ガールズプロレスリング、橋本千代の岩田美香組です。いやでも本当にプロレスの、はい、もう喜怒哀楽全てが詰まった、本当ですね、本当でしたね、しかしたこんなにプロレスって、まあ、もっと言うと完全懲悪も詰まってますね、詰まってましたね、悪は滅びると。いやこれはあの普段からねずっとプロレスを見てる、女子プロレスを見てる方もそうですけど、初めてプロレスを見た人にも響く戦いを全選手してくれたと思います、うん、はい、熱かったし楽しかったし、立花がリング下に放り投げられてしまいました。足の立花組が無理があったわけですからね、はい、さあラム会長からバグースな勝利者賞でございます、はい、さあどんなものが、シェアパーソンですね、ラム会長今ね怪我でちょっと今欠場中なんで、はい、この大会にね出れなかったこときっと残念がってると思いますけども、はい、こういう形でリングに上がっていただいて、はい、これもやっぱファンの方とかねみんな喜んでると思いますんで、この得ないプレゼンテーターですよ。さあそのプレゼントされたバグースなものとは一体何でしょうか。あもうすぐ開けちゃうタイプなんですね2人はね開けちゃうタイプ、持って帰らないタイプですね。あら今大会の T シャツ、我々も着てる、はい、そうですね、おさらにあらカレンダー、なんとこれ結果的に放送を見てる方へのグッズの紹介なんじゃないですか。グッズ紹介ですね、まあ、この感じね、まあねはい、ぜひぜひ皆さんこちら、はい、会場にいる方はね売店で、そして通販でもご購入できますので、大会終了後も通販でこれは販売されますので、はい、ぜひ皆様お買い上げいただきたいと思います。お買い上げください。いやしかしこのタッグバットの斉藤さん、終わりよければ全てよし、そのものですね、はい、ね、あの楽しかった、楽しかったですね、はい、本当プロレスの勉強にもなりましたね、うん、全てが詰まった、本当にこう、はい、あのお客さんの、まあ、マスクねみんなして声出せない状況ですけど、お客さんの笑顔っていうものがすごく画面越しでも伝わってきました、はい、またやっぱりみんなが自分のやりたい技を1回は出したしね、はい、選手がでまたここでしか見られない顔合わせが続々とね、うん、見ることができましたね、はい、素晴らしかった、はい、非常に本当バグース楽しいそのもののタッグバトルを見させていただきました。第2試合でした。やっぱり木村恭子選手が、選手って言っちゃうけども木村恭子が、あの 全試合セコンドについてますね。全員のセコンドなんでしょうね。2021年5月23日皆さんお久しぶりです、ラグコーナーです。今日は試合には出ないんですけども、皆さんにこうして私の声をお届けすることができて本当に嬉しく思います。ジャングルキョーナは怪我により長期欠場を強いられる中スターダムを退団、プロレスから離れていたが1年8ヶ月ぶりにエキシビションマッチを行うことに。今年も、まあ、本来は出ない予定だったというか、まあ、2回目の手術が、まあ、結構ひどかったので、まあ、出れる状況じゃないっていうのもあって出ないつもりだったんですけども、まあ、やっぱりちょっと待たせすぎてしまっているので、まあ、一番はやっぱり花に、しっかり届くような今できる全てを出して試合をしたいなっていう思いと、まあ、やっぱ対戦相手はまあ示すことをね知らないんですけども、まあ、私のその思い、花への思いとかをちゃんと受け止めてくれる人、花に対してのその人の思いも私もしっかり受け止めて、まあ、そういう試合ができたらなと思います。あの日から2年がね
立つということで、私の中でもいろいろ変化と、まあ、これからに向けてのチャレンジ挑戦が始まっていく中で、今日という日はとても自分にとって大事な日で、それが、今日5月23日バグースの大会でエキシビションマッチとしてリングに立てること、とても嬉しく思います。まあ、この機会をくれた天国の花にもしっかり届くように試合をしたいと思います。見ててね花、イエスだ。2020年10月以来1年7ヶ月ぶりの戦いのリングとなります。エキシビションマッチに備えましてプレ復帰戦とこのような形を迎えます。ジャングル強な入場してまいりました。昨年のこの木村花メモリアルマッチは試合に出場できず、オープニングでオープニングコールを行ったというこのジャングル強なですが、今回はこのコスチュームでロープをまたぎリングインいたします。1年7ヶ月ぶりのリング、どのような感触でしょうか。待ちに待ったこの日、笑顔に満ちておりますジャングル強な。万来の拍手の中深々と一礼、そしてコーナーに下がります。さあそのプレ復帰戦の相手ですが、ジャングル強な自身が相手を指名するという。皆さん戻ってきました。試合をさせていただくんですけども、今から対戦相手を指名したいと思います。花月の隣にいる木村さん、いや木村京子、私は木村京子と試合がどうしてもしたいです。いや無茶なの分かってます。引退してもう5年くらいですか。私が新人の時にしか試合したことなかった。でもここで試合をしたいのは木村京子、あなたです。どうかお願いします。さあなんとジャングル強な指名選手、選手というべきか、木村京子さんを指名しました。あの本当に私は本当に体がボロボロで引退したんですよ。もう本当に私は本当にプロレスが大好きで、もうずっとプロレスをやってたかったんだけど、持たないから引退したんですよ。でその引退してから5年経ってるんですよ。むちゃも休み休み言ってもらっていいですか、きょなさん。いや、そう、分かってるんですけど、今日ほら、バトルとか現役選手20人以上出てるんで、誰かほら、松本さんとかさ、いいんじゃない。木村さんの試合が見たい。さあ、ここで松本博がジャングルクローナー後押しいたします。そして場内は手拍子。お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとみんな無責任に手拍子して。
場内はジャングル強打の思いを受け取ってほしいというそのような手拍子です。さあどうする木村京子。サンダルだし何もやってないからちょっと 2,3 分ちょっと靴とかだけ履かせてなるほど、ちゃんと準備をした上で靴の中に立つことしかできないけど、でもちょっとそれは私が花の代わりにね京奈の思いを受け止めないといけないよね。だから何もできないよ、何もできないけど立つよ、立つけどちょっとあの時間欲しいからちょっとあの近況報告をじゃあさあここで一旦エプロンを降りて、はい、京子さん、じゃあこれは受託したということになりますね。はい、なるほど。ゆう石野さん、はい、さあここでマイクを渡されました。石野ゆうさんがリングに上がります。さあここからの、ゲスト解説ですけども、WWE 返り戦として活躍、今年より日本での活動を再開いたしました、返り選手にお越しいただきます。返りさんよろしくお願いいたします。はい、返りです、よろしくお願いいたします。いきなりとんでもない展開になりましたね、はい、そうですね、まあ、京奈もね生半可な気持ちで復帰はしないと思うので相当準備はしてると思うので、はい、木村さんがねいつもの挨拶させてください。こうやってんのお前ら、そしてライブ配信を見ているお前ら、元気か、いただいております、元女子プロレスラー花月こと、石野優でございます。本日は最後までよろしくお願いします。石野優さんですね、やっぱり、ね、はい、元花月こと、はい、はい、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、私、石野優は、昨年、性別適合手術を受けまして、女性から男性へと、体上も戸籍上も、男性に、変更いたしました、はい、ありがとうございます。まあたくさんね、いろんな意見があると思うんですけども、それを踏まえて、もっと多様性のある世界を、優しい世界にしていきたいと思っておりますので公表させていただきました。そうですね、急に言われたもので何を話していいかわからないですけども、これから僕は自信を持ってしっかりと男性として社会貢献できるような人生を歩んでいきたいなと思ってますので、今日はしっかりそれを皆さんにアピールして花にも伝えたいと思います。なので皆さん今日は最後まで楽しく明るいバグースな時間を皆さんで作っていきましょう。素晴らしいスピーチ、はい、スペシャルアンバサダーとしてのスピーチ聞かせていただきました。もう少しまだ準備に時間がかかるということで、そうですね、サンダル履いてるからっていうのは木村京子らしくてすごく面白いですね、はい、靴履いてくるから待ってて、はい、これこの時間帯完全これ無茶ぶりですからね、これね。そうでしょうね、でもなんかこういう構成だったと思うぐらいなんか素晴らしい流れ、でもこの石野優さんになった元花月、今の時代のなんか先端を行く人になりそうな、なんかそんな感じが、はい、ご本人もねずっとこれまで人に言えないようなね悩みとか抱えてきてたと思うので、こういってね自分で公表することで同じように悩んでいる方のすごく勇気になると思います。そうですね、はい、そうと思うとちょっと声がねこうやって裏返ってしまうので、皆さんの手拍子をしっかり力をねいただいて応援したいと思います。じゃあ皆さん応援しましょう。ありがとうございました。準備の整った木村京子が再び姿を現しました、はい、靴履いてきましたね、はい、靴を履きそして眼鏡を外しております、はい、いやこの3人が今同じ空間にいること、カリさんにとってもこれはなかなかの考えがあるんじゃないですか。そうです ねやっぱり京子さんもいろんな思いがあって、うん、引退されて、はい、まあ、5年経ってますから、5年も経っちゃうんですね。そのリングの厳しさっていうのを一番本人分かってらっしゃいますから、スペシャルエキシビションマッチ、思いを受け止めとめっていうのがすごく大変だと思うけど、はい、京子さんなら、はい、はい、
そうなの、母に対する思いを受け止めるためにリングに立ちます木村恭子。そしてついにこの瞬間が訪れます、プレフック戦ジャングル恭那です。さあエキシビションマッチと銘打たれておりますけども、ジャングル恭那的には本当にこれはもうね本戦と同じスタイルでリング上がってますからね、はい、そうですね、はい、復帰まで2年近く空いてたとのことで ね、はい、でね本人もすごく570何日という言い方してました ね、はい、うん、今開始のゴングが鳴らされましたエキシビションマッチ、うん、いい顔してますね、はい、さあ約5年ぶりのリングということで木村恭子もどのような動きを見せることができるのかと、まだ組み合いません。ここでロックアップで組み合います。あー早くも木村恭子の顔がやはりレスラーの顔になってますね。はい、ロックアップです。体を入れ替えて、ここはクリーンブレイクです。見ている我々もちょっとなんか固唾を飲むような感じになりますよね、この雰囲気。はい、なんか崩れそうです、うん、はい、さあ早くも目を拭っております木村恭子、はい、上がらねえぞこれ。さあこのジャングル恭那、まあ、今回復帰戦ではなくプレ復帰戦という形になるわけですが、赤井里さん、はい、まあ恭那選手がここまで、ね、戻ってきたということに関しては、はい、どのようなお気持ちですか。そうですね、恭那ともアメリカに私がいる間からずっと細かく連絡は取ってきていて、うん、はい、やっぱり花の一番近くにいたので、うん、彼女も感受性が強くてすごく優しい人間なので、はい、これまで本当に心の整理をするのが彼女が一番大変だったんじゃないかなと思うんですね。でもその中で何か新しいことを前に進みたいっていうことで、はい、今回復帰を、膝がねまだ完全ではないんですけど、はい、どうしても前に進みたい、この興行で試合をしたいってことで、うん、ずっと練習頑張ってきてました。本当ですよね、はい、まあ長期欠場となったのは、まあ膝の怪我、そして肩の怪我とこういったところの、手術を受けてということだったんですけど、やっぱ気持ち的にももっと大変なことが、はい、そうです ね、やっぱり苦しい1年2年だったと思います。うん、それを乗り越えてこのリングに上がっておりますジャングル恭那、はい、しかし今の強烈な攻め、そしてアキレス腱固めに移行いたしました木村恭子、はい、ここまでの木村恭子の動き斉藤さん見てどうでしょう。なんかもうそのテクニックとか技じゃなくて、はい、この木村恭子がなんかこう命として動いてるみたい なんかそんな感じですかね。はい、表情も、ね、どんどん変わってきましたね、はい、変わってきますよ ね、もらい泣きしちゃう感じです。さあそしてトーホールドで恭那の動きを止めます木村恭子。まあ、5年ブランクがあるわけですけども、やっぱこう体というのは覚えてるものなのか、今あの倒した後、はい、あの足蹴ったりなんかするのとか今の動きね、はい、本当に、はい、体が覚えてる。いやでもカイリーさん、やはり5年ブランクがあるってのは普通どうなんですか、やっぱレスラーっていうのはこう体に染み付いてるとはいえ。そうですね、やっぱり試合のテンポとか、ね、体力もそうですし、ロープもすごく痛く感じますし、はい、そうでしょうね、ですよね、はい、全然大変だと思うんですけど、さすがですね、さすがですね、はい、何にもできないよって言ってましたけども、はい、体が動いちゃうのか何なのか、まあ、木村恭子といえばビッグブーツなんですけどね、足を上げて蹴れるかどうか、まあ、いいんですけどね、蹴りそれなくても全然、うん、さあここは攻めに行きます木村恭子です。ダウンしている恭那を体を入れ替えてフロントネックロック、ここから攻めに転じたいところ恭那。さあ徐々に沈んでまいりました木村の体。さあここはグラウンドに持ち込んでさらに締め続けるでしょうか。こう現役時代の最大の見せ場でこの木村恭子がグラウンドからぶっこ抜くブレンバスターみたいなのがありましたけど ね、懐かしいですね、はい、あレスラーの顔本当ですね、いやこの表情が見れて本当に最高です、はい、最高ですよね、はい、まさにバグースな表情です。いやリングっていうのは斉藤さん不思議ですね、こうやってひとたび上がるとちゃんとレスラーの顔つきになるんですね。ここ
これ力比べに行くと見せかけてガットショットだ。いいですね、はい、さあこれは当て技がやはりリングを離れて人間にとってはきついですよね。体の耐久力が当然落ちておりますので。そうそう、これこれ今日なの、はい、やっぱり彼女はねパワフルな。おお、誰、なんと、あ、影が足を引っ張った。影月、影月は木村京子の味方だった。やっぱりタイミングも絶妙でしたね。そうですね、足の引っ張り方が絶妙でしたね今ね、そして場外戦、鉄柱に、いやいや、こちらも1年7ヶ月ぶりのリングですからね、それを鉄柱につけました。さあこの花月の嬉しそうな顔、さらになんだなんだ、ブレンバストを狙うのか、ボディスラム、ボディスラムか、ボディスラム。さあ踏ん張る京奈のドテッパのパンチを一発入れて柵に投げつけます。エキシビションマッチであの他の人の介入ってあんまりないですよね、はいはい、今日はなんか全部がなんかファンタジーみたいな。そうですね、あー鉄柱、鉄柱に顔面を打ちつける経験などもリングでなければもうできないわけで、1年長い時間これをここから離れておりました。さあ今日の休ませることなくリング内に入れます。石野優さんも顔が笑ってますもんね。顔が笑ってますね、ニコニコ顔です。やっぱりずっとね、はい、京子さんと影さんはタッグとして、そうですね、本当に元祖大江戸隊ね、名コンビでしたから、はい、もうあうんの呼吸ですよね。さあそしてここもさらにまさに大江戸隊を放出させるようなありましたね、この場面、この攻め。いやこれは京奈としてはまさか自分のエキシビションマッチプレ復帰戦がこのような形になるとは想像もしてなかったでしょう ね、ね、木村京子と1対1でやるつもりで指名したらばそこに花月も介入という。さあそして場内に向かっていくぞと木村京子、ワイルドなアフロヘアをなびかせてラリアットかわす京奈、あーショルダー、これは木村が打ち勝つという。いやハイリさん普通に木村京子強いですよ。強いです ね、やっぱり木村さんは強いですよ、ね、リングを完全に支配してますね、はい、さすがあの娘にしてこの母ですよね。さあ今日はここから反撃なるんでしょうか、はい、逆に木村はここで勝負を決めるつもりなのか、はい、もしかしてエルボーに行く、はい、ここから気持ちを技に込めてほしいです、はい、そうですね、はい、顔面へのエルボー何年ぶりでしょうかこれを食らうのは。おー来たー、やっぱり一回は出ますよね。来ましたね、そしてやり返すエルボー。そうだ、この気持ちですよね、カイリさんね。はい、これです、これがみんな見たいと思います、はい、もう一発。いや、とてもどちらも1年以上リングを離れている者同士とは思えないこの打撃戦。 5年だそうです、木村は5年、そして京奈は1年7ヶ月リングを離れてるんですよ。場内の手拍子、この音色が2人を奮い立たせるビッグブース。花ちゃんと重なりました、京子さんが顔が。そうです、この技木村花の得意技でよく似た親子だと僕思ってます、はいはい、もしかするとこの試合京奈は木村花と戦ってるのかもしれない。クソ京奈、エルボーでやり返す、負けるかといって一発、
打ち勝つか打ち勝つか、押している押している、ここここ押してる押してる、動きが止まった木村、崩れ落ちる木村、ああここで崩れ落ちてダウン。京奈の意地が勝りました。いやー、こんなジャングル京奈の姿をカイリさんも見たかったじゃないですか。はい、見たかったですね。嬉しいです。まだ行きます。さあ両手を広げ、まだ打ってこいと。完全にこれは技で会話をしてますね、斉藤さん。はい、うん、プロレスラーが技で会話をしている、対話をしている気持ちをぶつけ合っております。どちらも泣き顔、どちらも泣き顔、それでもどちらも引かない。もろ手を挙げて打ってこいと木村、それに応える京奈。京奈も泣き顔、天に拳を突き上げて一発。崩れた、再び崩れた木村。エキシビションマッチは10分を経過。痛い、5年ぶりに。もういいですよ、本当に。そんなにだって、ね、戦ってくれただけで、はい、ね、十分幸せ、そうですよね、幸せな空間なので。しかし木村はまだ立とうとする。5年間忘れかけていたこのプロレスの技の痛み。さあ突進ラリアット、もう一発いくラリアット。さあフォールだ、3つ入った、苦戦ですね。最後は木村京子大の字のままスリーカウントを聞きました。エキシビションマッチ、勝ったのはジャングル京奈。1年7ヶ月ぶりのリングで勝利を勝ち取りました。ジャングル京奈の復帰エキシビションもとっても、大切だけど、はい、ここで木村京子の試合もう一回見れるとは思いませんでした。本当にそうですね。いやー、カイリさんどうでした？よくやった、はい、よくやったよくやった。いやー、本当によくやったの一言ですね、うん。いろんなこと乗り越えて2人ともよくやった、よくリングに立ってくれたなって感謝の気持ちです。我々の想像を絶するどれほどのことをこの2人は乗り越えてきたのか、そしてそれを乗り越えたからこそ今この2人同じリングに立ち、そして抱き合っております。勝者としてその右手を挙げました。ジャングル京奈、お帰りなさい。よかった。いや、ちょっと言葉にならないですね。はい、はい、本当に我々も言葉にならないです。木村京子、マジかよ。現役時代の時よりもパワーアップしてました。まずは今日無茶振りだったんですけど、私の体格に立ってリングに立っていただき本当にありがとうございました。いや、長い道のりでした。ここでやっと言わせてください。皆さん、ただいま。
花を見とった2年前の今日、私が最後に花にかけ続けた言葉は、生きろ生きろってずっと声をかけ続けていました。この2年ずっと自分自身にかけ続けていた言葉でもありました。本当に自分にとって長い道のりでした。でも生きるってことは、生きてると本当に辛いこと、苦しいこと、そして痛いこといっぱいあります。でも今日改めて思ったんですよ、それが生きてるっていうことなんだなって。なので私はこのリングに戻ってきて胸を張って言います。花に胸を張って言います。私は生きてるって。そう思わせてくれたのは、本当に今日このリングに一緒に立って戦ってくれた木村さんに、木村さんだったからこそそう思えたなって思います。本当に今日はありがとうございました。1日で終わりましょう。ありがとうございました。非常に力強い言葉で自分の思いを観客に届けましたジャングル京奈です。ただいまという言葉が斉藤さん聞けましたね。そうですね、うん、かえりさんどうですか、このただいまを聞いて。はい、京奈はですね、今の言葉もですし試合でもお客様の魂に響く試合ができる子です。はい、本当に今日の試合を見てたくさんの方が元気をもらったんじゃないかなと思います。私もそうでした。はい、ジャングル京奈、ここからまたリスタートです。Speaking world Fight TV. Do you know this person? It's Hirota Sakura cosplaying Hana Kimura. She did this year, last year, but this year she's gonna have this discipline three single matches, three consecutive matches into three on one handicap match. First opponent is Saori Ano.The second opponent is Kaori Yoneyama, and third is X. We don't know them. So the three wrestlers will appear and have a match against cosplay version of Hana Kimura, which is done by Sakura Hirota.
村花メモリアルバグースセミファイナルを迎えます。変則時間差ハンディキャップマッチとして行われます。さあ入場してまいりました。ご覧ください。やってる、あーそっくり。いやー今思わずカイリさんからそっくりという言葉が出ましたが、なんかそっくりをもう超えてますよね。はい、そういうレスラーですけどね、なんか恐ろしい。昨年のこの、メモリアルマッチにも出場し、その時にもう見る者全員の度肝を抜いたという、あれもすごかったですね。あのミントグリーンのコスチュームのバージョンね。はい、今日は大江戸隊なんですね。そうです、今回は黒髪に入場してまいりました。あ、いる花月、はい、もちろん花月がその方におります。やるのダンスが見れるんですかね。はい、さあ旧姓木村花リングイン、そしてその隣には大江戸隊のこの発表を羽織っております花月。今リアルタイムで見ていることになります。なんかどうですかこれ。あ、本当に特徴を完璧に捉えていて。すごい。これはもう我々も参りましたって言うしかないですね。これはね本当に、まあ、この人、こういう天才的なものがありますからね。はい、旧姓木村花がコールされました。だがしかしこの試合は試練の3番勝負でございます。試練の3番勝負、はい、なんかシリアスなものを見るような、なんかあこのコスチュームね。ここから3人を相手に戦わなければいけません旧姓木村花。やっぱりあそこ座りますね。あ、その1人目の相手として入場してまいりました安藤沙織です。さあこの試合に関しては対戦相手も対戦相手でちょっといろいろやりづらいものがあるのではないかと、そのように想像されますが、今のところ安藤沙織はいつも通りの入場シーン。果たして正面から向かい合ったとき旧姓木村花に対しどのようなリアクションを示すのか、あの沙織です。3番勝負、まず1番手として入場してきたのはあの沙織。あの沙織対旧姓木村花のシングルマッチからスタートいたします。このあの沙織の、まあ、年代というか世代の選手、木村花がかつて意識した世代の人たちなんでしょうね、うん、そうですね、そうですね。去年ブリーフに続き、ほんま。オーケールール大丈夫ね。はい、すぐ負けたらギャラ全額一払えば、はい、頑張って。はい、さあ開始のゴールなされました。このコスチューム、この煽り方も、はい、そっくりですか、はい、コスチューム自分で作ってきたんでしょうね。これはやってないけどな。いろいろ不要なものが入り混じってますよね。はい、こうやってやるんでしょって。さあやってみなさいと。こちらはバッチリ決まってますね。素晴らしい、はい、さあそれに対しちょっと不満げな表情を旧姓が見せております。さあ旧姓もここに加わる、その前に
違う戦いになってますね。違う戦いになってますね。はい。何？このブサイクが！あのタオルをブサイク扱いしました旧姓。こんなに可愛い子。旧姓さんにはブサイク見えるのかもしれません。はい。はい、しかしスピーディーな動きになってきたぞ。お足を払うホールイクがこれを受ける。なんだ。いやいやいや。おかしい。いやこれは美しさでは互角って言っていいんでしょうか、カイリーさん。これは互角って言ってよろしいですね。そうですね、はい、いや本当にどちらも見せ方においては、はい、カイリー選手公認の互角ということで、はい、さあ遠征切りからさあこのあブリッジで効いたフィッシャーマンズスープレックスホールド。綺麗なブリッジ。まあ、あの沙織の、ね、持ち味の一つとして本当に、ね、美しいブリッジ、これを誇ります。しなやかですね。しなやかですよね。早くもこれ8ロックに行くのか。ナイター8ロック。ブリッジをしての足の字固め、変形足の字固め。さあここで曲が鳴っております。これはラム会長のタイミングということだったと思いますけど、うん、ここから2人目の、まあ、あのハンディキャップマッチになりますね、はい、米山ですね。さあ米山香織が登場です。2人目どん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 ここから、次の3人までもどん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 出てまいりますので、相手を仕留めなければハンディキャップマッチ1対2からそして1対3からとなってしまいます。形勢としては、はい、不利ですね。この時点で不利ですよね、はい、はい、表情が変わっております。そんなことよりさ、なんでデス山じゃないのよ。昨年はデス山です。デス山、なんか刺したよ。しょうがないこともあるよね。大丈夫です。私刺しましたよ。みんなもいろいろ刺してもらってね。やりましょうよ。刺しすぎやろ。でも木村花も刺してっていうのはありましたね。よくね。ここも含めてなんでしょうけど、どれほどの人に国連が伝わったかですよね。そうですね。はい。はい、あ、押さえつけられてしまいました。急性。特に米山香織の場合は。木村京子の友であり花の友でありってことなんでしょうね。まあ、花さんは本当ちっちゃい時から見てるというね。さあ、やはりこれはハンディ戦のね、本当に不利なところです。2人がかりで攻められております。急性何？なんか別の文化が、別の文化が入ってますよ、カイリさん。はい、違うのが出ましたね。いろんなものがなんか混ざってますよね、ところどころで。チャネリングですかね。チャネリングですかね、今のはね。さあここでアゴと、ああ米山にリバースインデスロックをかけさせて。ああ、いいですね。これは木村花的な、はい。頭を使った攻撃ですね、はい、であのメキシコから帰ってきた時にこう使い始めた、うん、ルチャの複合技みたいな感じなんでしょうね。この技であれば2人から同時にギブアップ奪えるかもしれません、はい、しかし米山はギブアップしない。そしてアノもギブアップいたしません。さあ米山は徐々にあー崩れた。バランスを崩してしまいました。旧姓木村花。花ちゃんは手足が長かったので、はいはい、こういった技がすごい得意だし、はい、一度かかると外せないんですよね、はい、相手はすごい、絵になったのにね、さあそしてこれはまあこの場面も出ることは出るんでしょうけども、決してこれは、まあ、あの、はい、ひろとですからね、はい、木村花の、ね、お技ではございません。わお、3人目の入場まであと1分です。3人目誰でしょうね。まあこれは X と発表されておりますので、花だよ。あ、ここでここだ。
足を、ああ木村京子と、そして花月が足を引っ張った。ああそして、ああホラギノールを、これは花ちゃんはやらない、やらない、やらない、はいはい、聞いたことがありません。さあ30秒横襟式、米山も返す、ね、さああと30秒以内にこのどちらかを倒さないと3対1になってしまう。ええ危ない。はい、今のは皆さん見なかったことしてください。そうですね、はい、事故です、事故です。はい、さあビッグブーツ、さらにうわっ、カニョあ、勝った、素晴らしい、同時にゴール、やりました、やりました、救世木村花、3人目入場前に2人を一網打尽、そして投げキッスそして投げキッスです。待って、この音楽、あれ、さあ3人目の入場ですが、え、この聞き覚えありまくりの曲、カイリーさん、これは誰もが知ってる曲ですよね、はい、鳥肌が立ってしまう、あの方では、いやけどあの方がここに来たらちょっと旧姓木村花は大ピンチではないです、大ピンチですよね。もちろん2人をフォールしたので1対1になるわけですが、そうですね、そうですね、3対1ではないんですが、あーもう勘弁してくれという表情がつきれません。露骨に嫌がっております、露骨にビビっております、泣いてるんじゃないでしょうか、旧姓木村花、あーもうやめてくれと、あー帰ろうとしてる、帰ろうとしてる、しかしダメだダメだと、カゲスがダメだと言っておりますね。本物が来るんですかね、来るんですかね、はい、あーたー、うわー、アジャコング登場、まさかのまさかのよもやの、これは厳しい、厳しいですよね、厳しい、厳しすぎる、プレイヤーであるカーリーさんから見ても厳しいという言葉が出ました。ちょっと心の準備ができないですよね、何よりも心の準備ができてないですよね、あジャコングがコールされた、かっこいい、いや風前の灯火とかはこういうことを言うのでしょうか、斉藤さん、これ、いや本当にこれあるのというのね、はい、ご覧ください、この表情、すでに全く木村花ではなくなってますよね、表情は、そうですね、単なる広田さくらです。お、しかし拳を握って、これはもう行くしかない、頑張れ、あじゃさん花だよ、まったく光の速さで終わってしまいました。そんな、ああ全く通用しなかったですね、花田陽が、はい、ちょっと待ってください、何ですか、何ですか、あの、14秒14秒、あの本当にギャラのためにも戻ってきてください、破れた場合、旧姓木村花が3人分のギャラを払わなければいけませんので、必死になっております。まあ今後の生活のことも考えると、これはもう負けるわけにはいけません。言いたいことだけ聞くから、言いたいこと聞くよ、何、私の言いたいことより今のお客さんの拍手聞こえませんでしたか。お客様を味方にいたしました、旧姓木村花、はい、
ミーを手にいたしました木村花あ、ね、あいつの感じがすげえムカつくんだよな。まあ完全にそれバカにしてんだろ。バカにしてる。バカにしたセリーだけだろ。聞こえなかったですか。非常に人心掌握に長けてると申しますか。あ、リングに戻ってまいりましたよ。大丈夫ですかね。やらざるを得ない空気になりました。いいけど、次秒殺したらもう帰ってこないよ。はい、あの次秒殺したらあの倍。倍で、あ、倍、倍。倍。倍。広竹からの倍で。倍のギャラを払うと。倍で。子供にご飯食べさせられる。切実な話が出ましたね、今ね。いや、もうこれお客さんの期待です。青と汗やから。やりましょう。じゃあ、最初に行きましょう。1個聞いていい？何？お前誰？先ほど花だよって言ったのに。花です。まだ僕鳴らせる。まだ僕鳴らせる。僕鳴らしてから行きましょう。じゃあ、行きますね、最初に。今のやり取りは良かったですね。さあ、最終試合です。はい、集中して。いやー、旧姓木村花、再試合で倒すことが果たしてできるのかどうか。先ほどは14秒で終わっております。ローキック一発で後ずさり、とても痛い。ご覧ください、この表情。いや、花そんな一発でそんなにならない。そうです、おっしゃる通りです。その通りですね。再び改めて自身の中で木村花を宿らせました旧姓木村花。ディフェンスしております。独特のディフェンス。さあ、独特のディフェンスを見せます。ガードしております。あ、足を踏みました。お、そしてそこを叩いております。巨漢退治は末端からセオリー通り。しかしドロップキック。あ、頭を打ちました。頭を打ちました。もう一発。あら、いやー、カリさん、これもちょっと勝ち目ないんじゃないですか。そうですね、なんとかなりそうですか、これは。まあでもこれはちょっと無理しようがないですよね。はい、あーあーあーあああギブアップすんなよ。あ、ギブアップしようとしてるとこ、吉野レビューが止めております。ギブアップしちゃダメだと。あー、全体重が腰に。これは息できない。息できないですよね。はい、9000踏ん張れ、9000踏ん張れ。これはきつい。まだ自腹やぞ。今ギブアップしたらまだ自腹やぞ。ここは9000に木村花の頑張りを見せてほしい。はい、あ、声出せないですね。木村京子が、手を伸ばしている。こっちだ、こっちだと。花ちゃんは諦めないですよ。そうですよね。はい、ああ伸ばしてる。でも自腹だぞ。3倍、無理です、3倍、無理です、無理ですと今言葉が。5倍、ギブアップって言いますよ。いや、5倍、なるぞ、なんなんだよ、ほんまに声出てへんやん。ギブアップと言いますよって言ったんですけど、ギブアップって声が出せませんでした。出ないですよ、空気がないんです。人間、空気がなければ声を出すことはできません。何言ってんだこいつ。何言ってんだって言ったんですか。若手でもあんな苦しまない、ね、さあ、アジャはレフリーと会話する余裕ぶり。なんと、おお、ボラギノール。しかも10本指を使ってのボラギノール。側転式のボラギノール。もらった、もらった。あ、これはやっぱ流れを変えるのに有効なんですね、はい、有効ですね、まあ、はい、技と言えるかどうか、はい、はい、まあ、確かに、ね、あの部分はさすがのアジアさんも鍛えようがないですからね。はい、花らしいこと一個もないんだよ。言われてみれば。お前いつもの広田じゃねえかよ。それ言ったら花じゃねえじゃねえかよ。この蓋も。分かりました、言いましたね。言ったよ。やってやりますよ。何よ。何すんの。やってやりますよと宣言して、非常にスローモーな時間をたっぷりと取ったまんじ固めを狙うのか。さあ、まんじ固め、まんじ固め。しかし、ギブアップ、ギブアップか聞いております。吉野振りがギブアップかどうかを聞いております。わざ来たな。多分どこを書いてんだろうな。今かなり足ね、本当に。皆さんごめんなさい、もう終わりにしますね。もう終わりの時
時間でございます。ご苦労さん。おー、びっくりした。恐ろしい。同じ裏剣の使い手。あー、小気味もが炸裂。アジャコングがときめいてる、ときめいてる。あー、しかし何やっとー。おー、返そう、返しましたよ。よく返しました。よく返しましたね。うっせー。あまりいいものではなかった模様です。チャンスやぞ。大の字になってるのは旧姓の方。これはもしかするとアジャ様にいかに気を注いでしまったか。待った、全部お前が悪い。さあ天を指して全部お前が悪いと言ってから、またな。これは無理でしょ。しかしブレンバスターぴったり90度スリーカウント。最試合もアジャの勝利。これによりましてアジャへのギャランティー2倍、広田さくらは支払うこととなります。まあカーリーさん、今のは検討したと言ってよろしいんでしょうか。そうですね。ああ、いや、よくよくやった、うん、生きて、はい、あ、生きています、はい、よく生きて帰ってきたと、はい、そうです。なるほど、はい。まあこれがね、旧姓木村花なりの、ということでございます。斉藤さん、はい、まあ本当に入場した時はね、我々もものすごいものを見てるって感じでございましたけど、試合が進むにつれていろんなものが出てきましたね。まあ、十分3試合分、はいはい、別々のものになって、はい、見せていただきました。しかしこうやって体を張ってちゃんとやってくれる広田さくらですよ。いや、まあね、この人しかできないですもんね、はい、これは、はい、本当ですよね。広田さんがこうやって試合をしてくれるだけでも、はい、会場全体の空気がね、うん、パッと明るくなるので。そうですね、はい、またさらに音楽が、あれ、おっと、ここでこの曲は、わお、もしかして、いや、カイリさん、この曲あの曲ですよね。聞いたことありますよ。ああ、なんとここでリナが登場。スターダム一人いてもいいですもんね、はい、スターダムからやってまいりましたリナ。リナはずっと花ちゃんに憧れてましたからね、はい、そうですよね。2018年10月にデビューし、その後木村花の指名により当時の東京サイバースクワット入りしました。現役高校生15歳のリナがリングイン、そして旧姓木村花の隣に立ちます。さあ、これはボーナストラックという形でしょうか。3番勝負の後にもう1試合ボーナストラック、旧姓木村花。こちらとしてはね、贅沢な、そうですね、ハッピーな、はい、ものですけど。いや、花さんはどれほど旧姓木村花に試練を与えるつもりなんですかね、これね。花やれるよ、花やれる、やれると言っております。花やれる、今の口調は何点ですか、カイリさん。4点ぐらいですか。やります、やります、旧姓木村花ちゃんとやります。素晴らしい。まあただこれはリナにとっても、まあこれね、ビジュアル的にはなかなかまあこういうことはしないですけども、旧姓とはいえ木村花の前に立つことができます。もっと来てごらん、4回目ぐらい。ああ、あでも、振り固め、危ない。急にカーリー表現しました。そしてカゲツを呼び込みます。大江戸隊ですか、ね、そして木村京子も、お前
さあ途端に強気に出ましたね、旧姓木村花。はい、花がいつもやってるやつ、行くよ。やらない、やらない、やってました、やってない、やってないやってないでしょ、こんなこと。すごいですね、相当入れましたね。そしてそのまま突進する、おお、ドロップキックカウンター。今のアクアと食らってはなりません。汚いなってますね。はい、対角線上突進する、ダブルの2打ち出して決めます。そしてドロップキック的確に削減させます。さあ非常にいい動きで旧姓木村花を追い込んでおります。さあやり返すと宣言。はい、今の、はい、ストライクキット、これが本物の大江戸隊じゃ。今の大江戸隊パープルですからね。はい、贅沢ですね、こういうの全部見られるの。いやー、なんか本当続々とね、名シーンが、はい、ね、我々の目の前に、はい、やり方がいまいち、やり方がいまいち。それでもなんとか行こうとする、行こうとするがかからない、足がかからない。あー、救われた。ですよね。うん、おー、しかしダブルにこれはかわす。なんかとベースクラッシャー。いや、違うってば。とりあえずやりたいことは何でもやるタイプではないかと。せっかくだからやるよ、ね、せっかくという理由。分かってる、ちゃんと分かってるね。分かんなくても途中で教えるから、その通りやって。行くよ、行くよ。行くよ、まだよ。高田純次。あー、足を出した。見ておりました、リナ。まさかリナ、お前が代わりになるっていうのか。いやいやいや、15歳の女子高生にこれをリクエストすると。こんなくだらないことやんねえ。あ、くだらないことの一言で片付けました。いや、A とか、ね、え、場内は A ですよ。マジお前つまんねえ女だな。お、悪者だ。行ったよ、お前ら。大江戸隊で何並んでんだよ。大江戸隊で今のは並ばないですよね。並ばないと思います。並ばないですよね。ひろた。さあ、ここから途端にエルボー合戦。誘っております、いざなっております。どうでしょうか、この誘いに乗ってしまう。おお、乗ってしまうのか。やった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 。そして、おー、しかしここは2位だ、ダブル2位だ。おー、カウント2で返す。最後は自身の技。あー、よくやりました。はい、ちょっと照れてたから。照れてましたね。かわいい、かわいらしい、かわいげがありました。いやー、ジップブーツまだやっております。木村花の得意技であります、ビッグブーツを炸裂させました、旧姓木村花。コーナー立つから行くのか、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 行かない、行かないのか、行かなくて、セカンドに戻しました、セカンドに戻しました。大丈夫、はい、無理をしない方がいいです。そう、やれることやった方がいいです。ああ、もはやミサイルなのか、ドロップ。しかし左肩上げます、旧姓カウント2。しかしここで勝負に出ます、リナ。再びコーナー最上段から、もう一発、これはかわされる。ビッグブーツまだ向かっていく、同じ技。リナ、
かわして、ひどたー。さあどちらもビッグミスの連打。いや、今の花ちゃんよくやってましたね。反動を利用してのビッグブーツは痛かったな。それぞれの中にいる木村花がぶつかり合っております。さあそして先に立ったのはリナ。もう一発いく、ま、柔道サップはね。3発目お外刈り、もうワンで返す意地を見せる。さあここからは急性が、これもカウントワン。貫いた、もう一発飛んだ。さあフォールいく、ビッグブスからフォール、おー急性カウント2で返す。すごい試合してます。すごいですね、本当ですよね、はい、何気にね、はあ、4人目の相手に対し、さあここはワンリーバリー、はい、そしてグラウンドに持ち込む。ハイドレンジャー、ハイドレンジャー、さあ締める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 、ラギバップ。勝ったのはリナ、4人目の選手として登場。急性木村花からギブアップ勝ちを奪いました。そしてこの表情です。大人リーグに入っちゃいましたね、うん、リナ選手もね、はい、どんどん成長してますね。そうですね、はい、この堂々とした佇まい。急性ではありますが木村花から勝利を挙げたことになります。さあ木村京子から京子さんに戻った京子さんに対し、いやここでマイクですね、スターダムのリナです。リナは花さんのことがずっとずっと大好きです。リナがチャンピオンになることが花さんへの恩返しだと思ってるんで、これからのリナに期待しててください。ありがとうございました。花さんに対し、まあ、スタートの現在形を、ね、見せた形になりますね、カイリーさんね。はい、うん、いやマイクもあんなに堂々とね、はい、しっかり自分の思いを、ね、乗せて伝えれたり、本当に成長が頼もしいですね。はい、まあ、ただ最後までね、急性木村花4人を相手にしっかり戦いましたね、はい、すごい。メインでは花さんが一番楽しみにしているであろう首里と飛鳥による最高峰の一騎打ちが実現。以前はちょこちょこ絡んで、まあ、なんか舞台がメインで絡んでたの で今の活躍も、まあ、シュリ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 ってこういろいろ名前とかを聞く機会はあっても、何をしているのかとかどういう活躍なのかっていうのは私は正直興味がないので、今のシュリを体感したいなと、主世界とやらを体感したいなと、はい、思います。いつものアスカプラス花の力を借りれば多分無敵なんじゃないかなと、はい、今
日メインで試合ができること本当に嬉しいです。対戦相手のアスカ、主世界を存分に味わってもらう、そしてチャンピオンとしてスターダムにみんなの気持ちを背負ってリングに立ちます。最高の試合をお見せします。メインイベント首里 VS アスカ、バグースでしか見られないシングルマッチが実現いたします。本日のメインイベント30分一本勝負で行われます。入場してきたのはこちらアスカ。昨日 DDT プロレスリング後楽園ホール大会で KOD タッグのベルトを奪取、第74代王者として木村花メモリアルマッチに臨みます。こちらも現チャンピオン、スターダム第14代ワールドオブスターダム王者首里が入場してまいります。いつものようにシンクのコスチューム、そしてその腰には赤いベルト、スターダム最高峰のベルトを巻き、このバグースに姿を現しました首里。落ち着いた表情で頬を詰め、今リングインいたします。神々しささえ感じられるこのいつもの入場シーン、チャンピオンとしての風格、そして女子プロ界の最高峰にいるその存在感を見せつけております。シュリー、アスカの対角線上に立ちます。スターですね、スターですね、はい、本日のメインイベント30分一本勝負を行います。さあこれが初のシングルマッチとなります両者。昨年に続きメインイベントに登場です、アスカ。そしてこちらも昨年に続いてのメイン登場となります、リング中央に立ちますシュリー。さあこのシングルマッチですが、まずはカイリーさん、はい、この2人が1対1で戦う、まあ、今目の前で見てるだけでもワクワクしてると思うんですが、です、ね、いかがでしょうか。すっごい2人とも打撃が強い選手なので、はい、かなり激しい試合になるんじゃないかなと、うん、そうですね、激闘必死ですよね、はい。さあ2つの種、朱色の世界と紅色の世界が今この花の空間じゃないとおそらく実現しないシングルマッチなので、そうですね、はい、そうですね、はい、この緊張感がすごくいいですね、はい、さあ場内はその期待感
これを2人に伝えるためようなバンダイのこの手拍子です。さあ不敵な笑みを見せているのはアスカ。ロックアップで組み合います。まあ、これまで6人タッグマッチでは何度か、あとタッグマッチで一度対戦している両者ですけども、お互いの間で勝敗が決したことはなくてですね、まあそしてもちろんこれがシングル初ということで、まあこの試合で両者の間に周が決することになります。クリーンブレイクいたしました、周里チャンピオン。このアスカというレスラーは、はい、スターダムっていう女子プロの王道とは別のところで、うん、ある意味時代の先端を行くんじゃないかなっていうような、そうですね、そんな予感バリバリの人なんですよね。まあ、本当男女の、ね、隔てなく各団体にね今フリーとして参戦して、はい、もう上がるリング上がるリングでちゃんと実績を上げてるというレスラーですよね。それに対し現在の主力はスターダム所属、そしてそのスターダム中心として団体盛り上げチャンピオンとして君臨しております。まあ、カリさん、日本に帰ってきて、はい、まあ、チャンピオン、主力選手を、まあ現場でも見てるわけですけども、はい、チャンピオン主力はどのように映っておりますか。そうですね、やっぱりその試合の空気を持っていく力とコントロールする力がすごいですし、うん、やっぱりなんか今真っ彼女が負けるイメージが全くつかないので、うん、まあ本当赤いベルトのチャンプとして防衛を、ね、はい、続けてますからね。そうですね、もう完全にイメージがついてるので、はい、最強のイメージがついてると思います。さあそんな最強相手にアスカがそれを攻略できるかどうかというところがこの試合の最大の見どころとなります。はい、まあ、本当にこの試合、まあ、シングルでアスカから勝利を挙げればもうこれはもう大きな大きな実績に、ね、なりますからね。そうですね、うん、アスカがね、はいはい、アスカにとっての大きな実績になりますよね。はい、僕は試合そのものを楽しみたいと思います。はい、一旦曲がれた足を取りに行きます。これをしっかりと切る、まあ、プロレスだけでなく、まあ、キックあるいは総合なんといっても USC さまざまな戦いの場で実績を上げてきた首里斉藤さんは、ね、はい、そういう首里選手をずっと見てきているわけですけども、ハッスルから見てますよ。ですよね、はい、どうですかハッスルからスタートした女子プロレスラーが今女子プロから頂点に立っているわけですけども、うん、まあ、それはハッスルがということよりも首里という人が歩んできた道だと思います。はい、うん、行く先々でどんなジャンルでもちゃんと実績を上げているという、はい、この人の戦いなんだと思います。それがどういう格闘技であるか、はい、まあ、それだけ引き出しも多いとなるわけです。はい、はい、あとこのなんかある一つの世界っていうかなんか入り込み方がすごいレスラーなんですね。はい、空気に後楽園ホール のバックステージの硬い石みたいなコンクリートの階段ありますよね。はい、あそこでヘッドホンをして踊ってたんです。はあはあ、誰にも音楽は聞こえないのに、はい、ヘッドホンしてるから彼女にしか聞こえないのに誰が見てても関係なくずっと踊ってた、うん、それがものすごくかっこよくて、はい、集中力を高めてると、はい、だと思いますけども、集中力がすごい、ね、すごい人ですよね。はい、それは思います。ホイップしたのはアスカ。ロープを組みして、ダイブスタート。得意技の一つを出しました、アスカ。さあ場外に転落した首里を追うのか、それとも待つのか。そうだ、観客の皆さんは、はい、アスカという選手がどういう選手かあんまり知らないと思うんですよね。はい、場外のムーンサルトアタック。すごい、飛ぶまでが早いですね。早いんですよね。はい、ね、で割と巨体って言っちゃ失礼ですけど、手足の長い選手ですよね。はい、身長が高くて。はい、いやレスリングもすごい見応えがありましたね。アスカ選手もすごく首里選手に対して全然攻防ができてた、はいはい、違う世界のに住んでいる人々、はい、なんかこう興味ないって言ってましたもんね。どこで誰が首里さんが他のリングで何をしているか、ね、だけど、はい、その主世界っていうのが今歌っているんであれば、うん、それを自分が今日この場所でこう体感したいということで、はい、個人的な戦いって感じですよね。まあ、首里選手が掲げているその首里界っていう、ね、主世界っていうのをねどういったものかっていうのを、まあ、明日かここで味わうことになるわけです。でもこれをこのプロデュースした木村京子両方主がついてるところがいいって言ったんですね。そうですね、明日かの主っていうのと首里の主、そうですね、はい、しかも明日かの一番最後のところには花がついてるんでこれは花と縁があると決まってるんだし、うん、実際プライベートで友達だった、は
はいね、フローリッシュというタッグチームも結成して活動しておりました木村花子君、アスカです。さあここはブラ下がり式の腕式十字固め、しかしここはループにかかっているのでファイブカウント以内にやめなければいけません。しかしダメージを与えることに成功です。シュリー、まあ、このあたりはシュリーのいつものこのペースリズムにアスカを持ち込んでおります。ここからシュリーは何を、もしかしアスカが、おお倒立式のフットスタースクイップ、速いですね、技にかかるスピードが、はい、そうですね、先ほどムーサルトアタックもそうですが、はい、速いですね。そうなんです、いきなり来ました。空中戦がすごいです、はい、このスピード感がなかなか見ないパターンです、はい、この辺りは手足が長いですね、はいはい、シュリもそれほどこのアスカ独特のこのリズムはね、それをあの味わったことがないと思われますので、そういう意味では自分のこのリズムでシュリのリズムを切り崩す、こういったところを狙ってるかもしれません。さあここはエルボー合戦、力強い力強いエルボー合戦です。フロントからキック一発、フライングメイヤーガラキの背中にローキック、うん、さあこういう方がシュリらしいと思います、はい、ここで打撃を出してきましたね、はい、もう一発、華麗な空中殺法がどうとかっていうんじゃなくて、はい、やっぱりなんとなく殴る蹴るの方がシュリらしい、うん、最後は締めるみたいな、はい、こういうことですね。打撃締めもねしっかりこうあるっていうところ、やっぱこうシュリー独特のこのやっぱ持ち味ですよね、はい、ゴツゴツしてると思います。はい、弟子十字型の戦いって感じですよね。まあ本当佇まいにしてもね、何にしてもやっぱこう花を感じさせるシュリーですが、ハリーさんやっぱりこう技一つ一つはねゴツゴツしてて本当戦闘派っていう感じですよね。でも見ててなんか戦い方が似てるなというか、あの2人とも口数は少ないというか、淡々と運んでいく感じとか切り返しの仕方とかが少し似てるなっていうのは、だから面白いです、すごく。はい、どっちが主導権握るのかが、まあ、本人たちは決して意識してないと思いますけども、はい、こう共通項があるということですよね。なんか空気感が、はいはい、さあこの辺から打撃を全開してまいりました。こうなるちょっとこうなるとアスカとしてはあまり食らってしまってはこれは ダメージが大きくなります。あお顔面蹴り、顔面蹴りです。まあ、この辺もしかしこうきっと前に出す7番と、あ体ごと持っていかれてしまう、この蹴りの破壊力凄まじいものがあります。シュリー、さあアスカが投げを打ってうまいですね、あやっぱり早いですね、早いですね、ファイヤーマンズキャリー出す人ってあんまりないですから ね。さあ腕を固めておりますアスカ、となると守備が厳しくなります。うつ伏せ状態のままロープの位置はつかめておりません、はい、足を伸ばしておりますが、ここで足がかかったエスケープです、うん、これは守備のリズムを崩すのに非常に効果的です。サブミッション、はい、うまかったですね、うまかったですね、まあ、当然これは相手が誰であろうとアスカは自分のちゃんとペースでリズムで戦うことが先決ですよね、はい、今それができていると思います、はい、組み立てがオリジナルですもんね、オリジナルですね、スーペックスを狙うが叩きつけたな、シュリの方ガンツー、そしてここから脇固め、さあこの脇固めからさあ次は次に持ち込もうというのか、それとも他の技を狙っているのか、腕固めに行きます、腕固めに行きます、すごい入ってますね、入ってますね、はい、まあ、先ほど腕へのサブミッションで動きを止められたので、まあ、やり返す意味もあるのかもしれません。ここはアスカの足がロープに到達いたしました、はい、エスケープです。今のところカリさんお互いの持ち味出してますね。そうですね、まだ一進一退というか、まだ全然、ね、はい、序盤戦なのかと読めないですよね、はい、本当に、はい、どっちのペースっていうのもないですね、はい、お互い腕を攻められながらそれでも、うおー、ビッグブーツ、こちらはエルボーでいく、さあビッグブーツ対エルボーとなってまいりました。どちらも引きません、顔面、的確に当てますね、うん、キック、あの高さで、そしてあの距離感でちゃんと当てますよね、はい、そうですね、
あ、右ミドル。いや、体ごと浮いてしまうこのミドル。キレシキャッチ。ちゃんとキャッチしました。を出して膝への出るも放とうとしましたが、これをかわしたシュリが再び蹴り、相手の動きを、相手の狙いをよく読んでおりました。シュリです。激しいです。激しいですね。激しい戦いとなってまいりました。メインイベント踏み込んでのビッグブーツ、足がよく上がるアスカ。ならばとこちらは膝だ。全然隙がないですね。隙がないですね。うん、トラスキック一戦。こちらも倒れない膝。さらに、おお、ヒールキック炸裂。やっぱり技すべてスピード感がありますね。はい、はい、フォームも綺麗ですね。まあ、ある意味この技を出す瞬間のスピードはちょっと手裏を上回ってるかもしれません。はい、さすがの手裏もこれはダウンです。さあ、そしてアスカもダウン、両者ダウンが数えられております。さあ、手拍子、万来の手拍子、コールに変わる両者への手拍子。アップですね。シュリコールとアスカコールが交錯する中、膝カウント2。ブサイク2みたいな感じでアスカが蹴りましたね。はい、さあ、ここで早いムーンサット行くのか。ムーンサット早いが、しかし足が待っていた剣山、狙いは良かったんですが、本当にトップロープに乗るスピードとか速いですね。速いですね。やっぱりそれは相手としてすごい焦るし、揺さぶられますから。ゾーンから土手っ腹に膝一発。今度はシュリがコーナートップをチョイスいたします。何を狙うんだ。シュリが、おお、レッグドロップ、ギロチンを後頭部に。この表情、カウント2。かっこいい。はい、確かに。やはり王者としてのね、はい、意地がありますから、ね。ありますね。もちろんチャンピオンはそのタイトルが、あのタイトルがかけられていなくても負けるわけにはいきません。そのような立場にあります。さあ、腕固め、腕固め。今度はアスカルの潰せる状態でこれを耐えなければいけない。さあ、今視界にサードロープは入ったが、おお、前転してこれをクリアした。ますますいった。メリーゴーランドンからホール貫通。ここでにやりと笑いました。さあ、手応えがあったか。手裏を追い込んでおります。張り手、そしてビッグブーツ、もう一発トラスキック。的確ですね。このつなぎの速さ、このつなぎの速さ。うわー、ビッグブーツからホールにいった。今5発か6発、うん、そうですね、全部違うフォームで来ましたね。ヤスカ選手、去年よりもさらに、うん、良くなってますか。はい、レベルがアップしてます。しかし、シリもカウント1で返します。まあ、当然これ見てる我々が驚くぐらいですから、シュリ選手が一番驚いてるでしょうね、この動きに関してはね。さあ、再びムーンサルトを狙う。ムーンサルトプレス、今度は炸裂した。サフォール、おお、返しました。シュリが返した。シュリ選手劣勢ですよ、今。劣勢ですね、今ね、はい、ここに来て流れは、はい、アスカの流れとなっております。アスカはここが勝機。さあ、ここで、しかしシュリが立ち上がる。まあ、ただこれまでのね、そのスターズアップでの、そのタイトルマッチでもこういう場面を何度となくね、ひっくり返してきましたからね。そうですね。そんなシュリがトップロープ上からなだれ式の、おお、このままアームロックですね。はい、腕をロックしたまま投げて、そしてさあ、木村ロックに行きます。木村ロック、シュリらしい、シュリらしい木村ロックに行きます。なだれ式で投げれた時点で腕を固め、そして叩きつけた後にさらに、さあ、来た来た来た、スジャクが来た、スジャクが来た。変形羽織脇固め、スジャク。さあ、行く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 、締める締める。アスカはここから脱出することができるか。ロープは反対側だ、ロープは反対側だ。ならばと、足先、足先にあるロープに足を伸ばすしかない。
これは早めにエスケープしたい、はい、うん、そうです、1秒でも早く脱出したい、はい、エスケープしたい、じわりじわりとアスカ両肩を決められて、さあ足が届くか到達するか、ボトムロープまであと少し、あとわずか、エスケープ耐え抜いた耐え抜いた、アスカが耐え抜いた、あしかしカリさん、この技両肩を決められる技ですからね。そうですね、あそこまで固められると動けないので、動けないですよね。エスケープまで時間がどうしてもかかってしまいますね。さあ流炎を狙う、しかしおースピンキック早い、そして一瞬不敵な笑み、ならばとこっちは右ハイキックカウンター、クゼロしたアスカに抑え込んだ、アスカ返す、よく返しました。いや本当ですね、アスカはこれにはシュリも一瞬、シュリもシュリらしく攻めてます、はい、攻めはシュリ、攻めはシュリだ、ランニングのいい膝で吹っ飛ばす、これもカウント2だ、まだ決まらない、まだ決まらない、まだ決まらないことは言わんばかりの表情シュリ。さあならばとバックを取った、これも得意である投げいくのか、ジャーマンスプレックス、ジャーマンスプレックスいけるか、いけた、いた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 、しかしアスカ立ち上がる、後頭部へとバスキック、着地してますね、うん、ガラ空きの後頭部にスーパーキック一発、そしてジャーマンスープレックス、ためをつけてのジャーマン、立ち上がるシュリ、やり返すジャーマン、そしてバンソーキック、クリーンヒット、鈍い音がしたぞ、アスカ返せるか、返した、ご覧ください、このシュリの表情、いやアスカよく粘る、すごい気持ちで戦ってますね、うん、気持ちで戦ってる、確かに。さあコーナーに、あー顔面、あいやボディだ、ボディだ、ボディにトラスキック、そして肩車いくのか、さあ肩車にいったということはあの技を狙ってるのか、いくのか、いくのか、シュリリング中央修正解炸裂、3つ入った、すごい試合でしたね今、はい、素晴らしい、いやこれもしかすると本当にカリさん、これ赤いベルトをかけたつもりで戦ったのではないかというぐらいのタイトルマッチでした、タイトルマッチでしたよね、本当にね、はい、実際ね、本当にベルト巻いて出てきましたからね、うん、そうですよね、バグースメインイベントシングルマッチ30分一本勝負はシュリが勝利、それにしても敗れたというアスカのこのポテンシャルの高さ、我々は見せつけられました、しかし勝ったな、こちら堂々と勝ち名乗り上げます、ワールドオブスターダムチャンピオンシュリー、ようやく今笑顔が見られました、そして敗者も今飛び起きました、木村花、バグース、今日この日アスカと試合ができて嬉しかった、ありがとうございました、今日見に来てくれてる皆さん、そして配信なので見に来てる、見に見てる皆さん、そして何より花ちゃんに届けたいと思って今日リングに立ちました。見てくれてるよね。
本当に今日ありがとうございました。木村京子さん、リングにお願いします。選手の皆さんもリングの方にお願いします。すいません、リングの下でした。すいませんでした。すいません、すいません、すいません。一言お願いします。バグスの戦いをありがとうございました。明日もありがとう。今日は本当にすごいバグースがいっぱいの大会だったんですけど、ちょっとバグースで締めてもらってもいいですか。で、どうします。じゃあ、はい、1、2、3、バグースで皆さん締めるのはいかがでしょうか。大丈夫ですか。それでバグースの後に皆さん、スタンディングオベーションをしていただきないので、もう先に起立してもらっても大丈夫ですか。もう足が痛い方は座ってて大丈夫です。では皆さん、ご起立をお願いいたします。締めの後に1分間のスタンディングオベーションを行いたいと思います。一発本番で大丈夫ですか。練習させてください。練習しましょう、練習しましょう。じゃあ、いきます。1、2、3、バグース。あ、すいません、自分マイク取っちゃいました。大丈夫ですか。すいません。じゃあ、これで締めさせていただきます。皆さんお願いしますね。大丈夫ですか。いきます。1、2、3、バグース。さあ、締めのバグースから1分間のスターティングオベーションが行われております。まあ、今日この場内で見届けてくれてると思われる花さんにね、この拍手が、この拍手の音が届いていると思われます。愛って感じですよね。もう愛に溢れちゃってます。もうリング上、後楽園ホール全体。今の広田さくらのお子さん、うん、いやー、カーリーさん、我々今本当に極上の空間の中に身を置いてますね。そうですね、はい、第1試合からメインまで笑いあり涙あり、はい、真剣勝負ありの、はい、本当に素晴らしいバグースな試合ばかりでした、これが木村花さんが愛したプロレスなんですね、はい、皆さんありがとうございました。選手は退場してください。ありがとうございました。この後エンディングの映像の後に皆様お帰省退場でご案内いたします。最後は映像の方をご覧いただいてお別れでございます。また来年お会いしましょう。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。 Say yeah yeah. いつまでもあるのだろうか、俺の真上にある太陽は。
つまでも守りきれるだろうか。泣き笑い起こる君の表情を、いずれ全てなくなるのならば、二人の出会いにもっと感謝しよう。あの日あの時あの場所の奇跡は、また新しい奇跡を生むだろう。愛することで強くなること、信じることで乗り切れること、君が残したものは今も胸にほら輝き、失わずに幸せに思い巡り会えたことは、俺の笑顔を取り戻せたことは、ありがとう溢れる気持ち抱きつつの道のり、花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたに会いたい、花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてゆこう、君が僕に残したもの、今という現実の宝物、だから僕は精一杯生きて花になろう。花はなんで枯れるのだろう、鳥はなんで食べるのだろう、風はなんで吹くのだろう、月はなんで明かり照らすの、なぜ僕はここにいるんだろう、なぜ君はここにいるんだろう、なぜ君に出会えたんだろう、君に出会えたこと、それは花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたに会いたい、花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてゆこう、君が僕に残したもの、今という現実の宝物、だから僕は精一杯生きて花になろう。塗り壁みたいな人だなと思いました。受けても受けても倒れないし、返してくるので、塗り壁みたいな人です。もしもあなたが雨に濡れ、言い訳さえもできない。
バグース
バグース。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 皆様最後までありがとうございました。それではただいまより密を避けるための規制退場を行わせていただきます。ご協力いただきますと幸いでございます。まずはスリーショットチェキ券ご購入いただきましたお客様から展示場への移動となります。よろしくお願いいたします。スリーショットチェキ券ご購入のお客様、展示場へゆっくり移動をお願いいたします。順番にご案内してまいります。ご協力いただきますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。